所持金0円貧乏旅行 in 秋田。いやー始まりましたね。これ全国47都道府県に無一文で行って、はい、なんとか生活しようという企画の秋田編です。うわー来た。過去に東京でやったんですけど、その時はまあ東京人多かったんで、まあ、すごいスムーズに行ったわけですよ、うん、今回秋田県来て思ったのが人がめちゃくちゃ少ない。いや本当にね、結構衝撃的に少なくてびっくりだよね、まあ、平日っていうのもありますけどね多分、うん、で一応ルールとしましては本当に無一文で、移動も食事も宿泊も全てお金は自分たちは持ってない。だから誰かに出してもらう貸してもらうしかないという、はいはい、ただ人が本当に少ないんで、はい、もし万が一誰ともそういう縁がなかった場合は1キロ歩くたびに1人100円もらえるっていうルール。だから本当に誰も出会えなかったら何とか歩いてお金稼いで最低限ご飯食べよう、うん、だから最低限散歩動画っていうゼロではない、ゼロではない、ね、5キロ歩けば1500円手に入るんで、まあ確かにね、はいはい、で一応今回ね衣装も揃えて、ただこの寒すぎてちょっと後悔してる。まあそうだね。じゃあ行きましょうか。もうとりあえず人が多いそうなとこ行きません。あ、そうだそうだ。でも今日も長いですからね、いろんなドラマが待ってるんでしょうね。見て会いそうに。いや確かに結構朝早いですからね。まだ朝早すぎて。何時だ今。9時ちょいで。人ほんまにおらへん。9時過ぎは確かに攻めすぎたかもね。冷静に考えていないもんね。おっ、おーおーおー、来た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 、なんか来た、いい感じの人来た。いい感じの人。なんで2人ともフードかぶる。確かにフードしかかぶんないです。フードしかかぶんない。帽子はかぶんないです。あ、そうなんだ。秋田の人。秋田っすね。何しに来たの。業務スーパーに買いました。業務スーパー。何買うの。蕎麦買いました。蕎麦買って今どこにあるんですか。蕎麦は車にあります。あ、車にあるんですか。車で、もっと呼ぼうみたいな見つけて、見つけて降りてきた。なるほど、さすがだ。タイミングがいい。よっぽ完璧に選ばれてます。やばマジで。企画、貧乏旅行。僕たち貧乏旅行一問です。うわ、そうなんですね。金がない。金がないです。飯をおごってほしい。え、じゃあ、そばあげます。そば、そばならあげます。え、そばどうなの。そばならあげます。どういうやつだよ、そば。イエス。家、行くかじゃん。家行って、待って。いや、待って、待って、待って。あ、いいですよ。一人暮らし。一人暮らしですけど。家行くわじゃん。ちょっと待ってください。ちょっと確認だけ誰に確認。一人暮らしで確認おかしない。一回確認だけ。誰に確認。じゃあ一回確認してみて。ワンちゃんとフードブラザーズ、ご挨拶ある。大丈夫。え、大丈夫。大丈夫、大丈夫。大丈夫かな。すごいな、まあ、とりあえずフードブラザーズの家行くのもありやし、いい、まあ、機会で様子を伺うのもあり、一発目が家っていうのも面白いですよ。まあ確かに。正直これ台本とか筋書きがないから、うん、本当に俺ら分からん最初どうなっとるか。だって台本あったら一発目フードブラザーズじゃないですよ。絶対序盤の人じゃないじゃないですか。どう考えても怪しさしかないもんね。怪しすぎでしょ。あいつどこ行ったらいいの。絶対家にヤバいものあるだろう。確かにその感じっすよ。それが女いるんじゃないですか。ああ。だからやっぱねモテそうな雰囲気出てる。まあまあ確かに。だって普通カメラあんな急に回されて喋れないですもん。確かに。登場の仕方もめっちゃ興味っぽかった。どこ行ったんですか。どこ行ったの。もう車で。来れない説明。ああ来た来た来た。電話中電話中。誰と電話しとって。ああ来た。おお、東京。おお、オッケー。おお、やった。じゃあ行きましょうか。車ある。車あるんですけど乗れないんですよ。どれぐらいで来る。じゃあもうすぐ。じゃあ往復する。往復だるいな。だるい。じゃあ荷物置いてからです。はい、じゃあ今行く。大丈夫。友達とか大丈夫なんです。あ、ちょっとや、あ、まあ、まあ、大丈夫。全然大丈夫です。大丈夫です。友達来る。あ、友達います。あ、家夜。あ、家にいるの。あ、友達んちなんで。あ、友達んち。えぇ、ー、自分ちはちょっと、自分ち恥ずかしいから、絶対恥ずかしいもん。いや、お前友達かわいそすぎる。いや、なんか、ヒカルだったらいいよ、実は。あ、ヒカルなら、ヒカルさんだったらいいです。あ、まあ、じゃあ行くか、とりあえず。バート。バート。バートって言います。バートって言います。バート。バート。本名バート。本名です。どこかどこか。あ、イギリスと日本です。イギリスなんや。バート、チャックでかい。バート。でかいからね。え、でかいです。ごめんなさい。なんで嘘なの。歩いてもいいけどな、もう早く。バートして行けばいいです。バートと。テントって言って、ちょっと片付けてる。オッケーオッケーオッケー。テントとバートね。え、11です。11。11。11。別に、別にいいんだけど。バートと11とテント。確かに、あれはドレーマーな。ここ止めとって。いや、もうなんか、めっちゃびっくりして。うわぁ。
北海道何しようか大学生で大学生大学生なんだ順調順調大学生です意外と真面目なんやなあーねかっこいいあらっすあらっすわーすごいあらっすあったかいなこれも光だから多分家行っていいやつですから、ね、絶対そうっすよ剣道も光だからって言ったわけでしょ剣道剣道のパンダと11キャラが過ぎちゃう多分今11急いで剣道もフードパンダあと夢は夢は敵が勉強してる敵王敵王えまあ敵王が勉強したの敵王どういうこと成分調べてるの名人石油の勉強して石油になれるってそんなの聞いたことないですかお金欲しいってことないじゃんそうそうそうあーなるほどねバーとはバイトしてんのしてますしてます何のバイトしてんの飲み屋のおごりますあーまあそこ遊びに行ってもいいけどな今日バイト今日もバイトですおーどこ川端っていう繁華街なんですよあーいいじゃんありあり人結構多いやっぱ週末は多いですボーイキャストみたいなキャストなんやチップとかもらえるってことあそうですね一緒に飲んでそうなん俺そう働かしてよそこで待ってくださいもうめっちゃ面白いじゃないですかそれそれめっちゃ俺らもういける勝負しようじゃあフード3兄弟と大ホール3兄弟今日稼げるか勝負しちゃおう俺はだからそのニット欲しいしな泊まるお金もないからニットいたことない本当にいいんですニットいたバート頼むめっちゃ嬉しいですずっとついてる写真撮るプロが優しいめっちゃついてた危ないよこのままやばいとこ行くんだから今からありがとう俺と飲んだって大丈夫そうあ、お願いしますちょっと、あってやったなありがとうねじゃねぶっちゃけ、純一とバートとケント誰がちら持てるわ純一純一あいつ持てそうやもんなんか持てそういや、純一はマジであ、来てあげる石丸さんそうだね飲んでいるんですか企画するちょっと写真撮ってくれオッケーオッケーえ、いいっすかえ、飲んでいるんすかあの、検索でネックして調べたえ、マジでありがとうございます、本当にそもそもああ、そもそも相馬さん、肩組んでなんで俺じゃなんで相馬さんだけ上から行ったえ、いや、これメンバーじゃない違う、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 違う裏方の人とかじゃないいや、違います分かってますね、裏方だったら前さんにも行けよって話おもろいなおもろいなおもろまあ、メンバーだと思うまあ、ね純一は夜働いてる純一もそうっすね、すぐ横のお店なんですよ違う違う店、ライバル店ちょっとライバル店ええ。ぶっちゃけ純一めっちゃモテる純一はもうめっちゃモテますあ、めっちゃモテるんや純一からどうやっていや、言って、今言わない、今言ない怪しいなお前言っていいって最初枕言葉ついてたからな好きな人はいるっぽいですけどって感じっすねなるほどねだからその純一のどの女にも対応できる答えさすがやなさすがだバーバーバーやりだからさ純一といつか一緒に会社やろうぜみたいな話だったりせもう本当にそうなってるんですよ何の会社やっぱどっちも夜してるし大学とかうまくいかなかったら夜の仕事やろうみたいな確かに純一のモテそうな雰囲気分かったもん俺いやもうあの人はもうあの人あの人やばいっす尊敬してんだもんいやもう結構もうめちゃくちゃ尊敬してるところある結構小さい会話の中でカリスマ的存在の純一はもう本当にそうなんやカリスマやそうなんやあったわもう夜始めた頃からもう人気だよもうめっちゃ人気っすめっちゃ危ないなあれ電柱にぶつかるパターン確かにほんまに驚いてでもなんか郵便ポストなんか入れそうだしちなみにマークの店と純一の店はどっちの方がいい広さ的には僕の店の方が広いんですけど従業員足りてない方は純一の方なんでまあ内装見てから働くところを環境は大事条件ね金払いがいい方ああ争奪戦やチームに分かれて勝負するのめっちゃありだと思いますああなんか急に仕切りだったよあーすごっ。ありがとうございます。どうも。え、3人。あ、前3人で。俺、帰ったの？え？帰ってきた。え？写真撮る？何しよう？何しよう？あ、大学生に行ってくれた。あー、なるほど。大学に撮った。近いね、大学。あれ？あ、さっきやん一緒やん、バート一緒、お前、秋田大学一緒やん同じです、かわいい早くね、早いなバートも入んないのバートも入ったの僕もそれ愛知
オッケー、ありがとうね。いや、本当に、あれあれあれ、ちょっと、サンデスカさん。お邪魔します。お邪魔します。うわ、確かに大学生感ある。うわ、こういう感じやわ、確かに。うわ、ケント、ケント、お受けした。こんにちは。こんにちは。あ、11番11番か、めんつゆか行ったっすね。そばは買ったけど、めんつゆなかった。めんつゆなかったっすね。うん、ちょっとくせ、半乾きみたいな。そう、生乾きっすね。すごいいいやな。いや、でもいいね、大学生感すごい。大学生っぽい。あと、ケント確実に寝起きの顔してるよ。あ、寝起きっすね。今度は起こしちゃいました。相馬警察的にはやろうかと思ったけど、もう何もないな。真っ白だわ。あ、11? 11だ。11登場。うっす、うっす、うっす。じゅんいちなんかアバンティとソラチ似とるよ。じゅんいちゃんもモテるやろ。あ、全然モテますよ。モテるわ、ガチモテるやつや。全然モテますよ、全然それが間違ってるやつ。じゅんいちも一人暮らしとか。俺一応一人暮らしですよ。まだお前の家は無理だ。理由がちょっと一応あって。教えて、それ。一応あるんですよ。女の子、お母さん来てます、今日。お母さん、お母さん、ちょうどいいよ。お母さん大丈夫。いや、ママ積んでるっすね、結構。ママ積んでる。お母さんってなんか隠語かもしれない。隠語。ママ活、あいつママ活しちゃうか。いや、いいな、青春感あるな、この部屋。なんでこの汚い家でみんな集まるの。広いんじゃん、やっぱ。広いよ、確かに。広いよね。で、ケントに関してはいきなり来られて汚いとか言われて、いや、本当にな、勝手に来られてな。まあそう、見たらわかるけど。こんな感じなんやな、大学生の現実が。俺は初めてさ、大学生でもこんな感じで、ほんまに。でもあるあるっすよね。あるあるっす。俺も一人やったらそうなるか。まあベッドがあとあるかどうかじゃない、ちょっとスペースが。ベッド俺もなかったっすか。結構多かったっすよ。あれ、今日イクミいないんすか。イクミ、ほら、まず、イクミか。イクミしたんで結構、あれ。いや、俺イクミみたいだったな。え、グーグー五条好き。好きです、好きです。ああ、出そうやもんね。確かに、全然出演してんの、一人として。秋田の11。秋田の11。これで作ってな。この囲いがさ、なんかマジで。うわ、ほんまや、なんか。そば作ったことないんですよね。そばじゃない、そうめん。だからそうめんか。だからそうめんか。え、なんでそうめんに嫌いになったの、急に。起きた瞬間、そうめんの気分が。あ、それでそうめん、こう。めちゃめちゃ生活感あるな。こんなに鍋焦げることある。冷蔵庫見ません。確かに。けど冷蔵庫見ていい。いいっすよ。嫌だ、嫌だ、めっちゃ嫌だ。わー、やっぱ大学生ってもやしやな。うわー、これ嫌だ、これやっぱかさ増ししないともやし。一人暮らしやから作らない方がいいもん。でも楽しそうやけどな、このなんかみんな仲いいやつ集まって。いや、楽しいですよ。バートはさ、石油王になるのが夢って言ってたけど、11の夢は何だ。俺、紐っすね。紐でも、見た目通りのクズなんや。そんなことないよ、全然。え、もう下克上出場狙ってる。来てーマジで、でも出てーな。住所とか絶対言えないけど。確かに確かに。やっぱりそうめん焦げることってある。ジュンイチ緊張すぎるよね。読めろ。 OK、 行きました。よいしょー。え、なんかやばくない？ちょ、いける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 。やばくない？ちょ、嘘でしょ。そうめん溶かしてどうすんの。ちょ、いいんじゃないですか。 OK、 美味しそう。よっしゃ、いった、いった。よし、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 うまそう。ケントの家が何でもありやと思ってない。確かにマスカット写真がすごい匂いするな、このなんか生乾きの。まあでもこれも大学生あるあるやな。ケントの夢は何なの、ちなみに。普通に働く正社員とか。唯一真面目なんや。真面目。俺結構 YouTuber になりたいですけどね。YouTuber になりたい。ガチ YouTuber になりたいですけど、保険とか入れないじゃないですか、企業とか入れない。そういうのはなんかまあ気になる。なんでこんな真面目なのさ、こんな6年ぐらい働いてる。どこで出会った。逆にケントがいるから緩和してるんですよ。緩和してる。確かにね、こういう人がいないと。そういうこと。破滅するもんね。結構やばい。僕もあんで。いや、わさび大丈夫です。これみんなで回す感じですか。いや、それがいいでしょ。それが一番いいんだよ。この割り箸の並べ方えぐい。景色みたいな。ちょっとなんかもちもちしそう。一回刻み海苔入れればどうにかなる。あ、待って、お前それだ、それだわ。うん、うまい。ちゃんとうまいね。惜しいって感じ、ちょっと。ちょっと茹でが足りてないんじゃない？ちゃんとうまい。刻みのり入れたね。これ入れたらごまかしだよ。そんな入れる？
これ大事でしょ。いやマジ大事ですね。これ大事。あったんほぼノリ。先生ありがとうございます。うん、もうマジ無一文で秋田生活みたいな感じなんですか。ガチガチ。え、なんで秋田になったんですか。いや俺が秋田県行ったことなかった。ああそういうこと。気がして行ったことないとこ行きたいなって。ただそれだけ。秋田なんもないからな。秋田美人って言うけどやっぱ秋田って美人多い。あ、でも全然多いですよ。が多い。多いんだ。テントそこだけ話入ってきたよ。相当多いやろ。結構むつみある。ああ。そうなんだ。でもケントは秋田県じゃないんですよ、出身が。ああ、そうどこなの。神奈川っす。神奈川なの。あ、ですめっちゃ近いの。やっぱ秋田大学の一番のマドンナみたいな、俺めっちゃこの子かみたいな。みんなが知ってる、ね、みんなが知ってるみたいな。わかんないっす。住居しとるやろ。あんま秋田って学校行ってないと思う、多分あんまり。そうそう、学校行ってないんですよ。なるほどね。朝前なんですよ、仕事が。酔っ払った状態で行けないんで。なんで大学行ったの。もうその時までは全然もう普通でした。真面目だったんだ。めっちゃ真面目でした。このままだともう退学コース。まあそうですね。でも新しい世界見えてきますけどね。めちゃめちゃポジティブ。まあ物は言おうやから。問題はそれを親はそれで説得できるかって話やね。あ、まあそれはそうですね。今って大学って人いっぱいおる。いや、晴れそうか。ちょうど昨日来てるは卒業式やったんですよ。あー、なるほど。一日違いか。もったいないですね。惜しかったな。そこら熱そうだったね、それね。そうなってくるとむずいっすね。この次がむずいよな。うん、なんかもうこっから離れて何をしようっていう。だからこのままちょっとケントで居続けるの。居続ける。我慢してるだけだっけ。居続けるもなんかあります。なんかそういうことあります。多分ずっとのほほんとしてるだけだ。確かに。でそれでいつか生ガキの2分も慣れてくる。ちょっと居心地が良くなる。絶対慣れます。多分5分後には換気しようって言ってる。すぐな。ここからマジどうするか。でもやっぱなんか人つなげてもらうとかもありだけどね。でかいクラブ。友達おらへんの。いるっすけど。でも起きてない可能性あるよなこの時間。まあそうですね、夜の人ってもう本当に夕方とかに起きるんですよ。レアなんだ、2人が起きてんの。あ、昨日も仕事休んでる。ちょうど今日仕事なの。2人とも今日仕事。今日仕事っす。なんで別々のこと働いたの。同じこと働こうってならなかった。え、なんか元々自分の店がレイスってとこなんですけど、そこでバウトが働きたいってなって、それまで違うところで修行するみたいな。で今まあ違うところ行って、でもそこにもう慣れすぎちゃってこっちに来れないみたいな。あ、なるほどね。あ、そっかそっか。バート修行しようとしとったんや。いや修行してて、そこでなんかもういろんなお客さん会いたら、やっぱお客さんの層違うじゃないですか、うん、お店的に。なので掴んでそっちに行こうみたいな思ってたんですけど、うん、まあ今純一と僕で一緒に将来この仕事頑張りたいってなったら、逆に別々の店いた方がいいか。確かに。なるほどね。店もうやりたいと思ってるんで。あ、将来ね、二人で。すごいね。もうケントの家だよ。でもケントも一応俺の店で働いてるんですよ。小鳥というよ。2回ぐらいしかないもん。まあそうです、どうだったのケントは。仕事は割とできる自信あったんですけど、まあちょっとマナーが悪かったですね。なんかケントの例えばお客さん来たのにタメ口使っちゃったりとか。ケントいやそっち系ないよ。そうなの。やんちゃないなんか酔ってるとちょっと。あ、なるほどね。酔ったら結構やばいタイプ。あ、やばいタイプなんだ。僕居酒屋っすバリバリ。4年後ぐらいも規制されてそうやけどなケント。いやバリバリされないいやしますよ。いや2年ぐらい規制しますよ。こいつらとは違うと思ってる。僕はいやリスペクトしてるっすけど、自分とは違う道だと思ってる。それもありですよ。そういう道だから縁切ったりとかないっすけど、まあ僕は自分で自分の道あるからそっち行きます。すごいな。偉い。偉い。でも俺もそういう友達いました、やっぱ地元に。そうだね。全然別々の道やるみたいな。本当に仲良かったけどってことだね。やっぱ上京したいとかある。いやマジしたいっすけど、したらなんか今までちょっと頑張ってたのがなんか無駄になるじゃないですか。秋田でなんかお客さんがつながりとかあって。なるほどね。だからそれもあってできないですね。なるほどね。このタイミングだったのもなんかすごい。確かに、ね、あマジそうですね。確かに。でも運命ですねこれは。こんな朝からの話じゃないしな。行き方ぐらいの話。そうだね。そっからじゃあ今から出勤しようかみたいな。うん、そうですね。流れだけど、まあ、朝やからな。だって12時間ぐらいあるもんな。まああるんです。そこまで。やっぱ車欲しいね。車大事やな。移動手段が欲しい。移動手段欲しいね。どこに行くにしても。でかい車じゃないと無理ですもんね。うん、みんなで移動するって人は8人そうだな。おお全員来る。メイクルこれマイクロバスみたいなマイクロバスで行く。まあせめて4人ね座るってなったらまあもう大型になっちゃうもんね。まあそうだね。いやでもいるかもしれないです。お誰。おヒロト君って言うんですけど。ああ実名どうだ。すごいよな。お前全然名前出すよな。どんどん出していきましょう。どんどん出していくんだ。ヒロト君先輩年上なんですけど最近お店入ってくる。あもしもし。いきなり電話かけるやん。バートなんですけど。
それ分かるやん。ヒカルさんとかって知ってますか？YouTuber のって言っとけ。 YouTuber のヒカルさん知ってますか？ドライブしたいそうです。下手だな。下手すぎやろ。こういうとこ可愛いんですよね。でもバットまあ確かに。あ、かわれて。もしもし。もしもし。YouTuber のヒカルです。え？それそうなる。それそうなるわ。横に相馬トランジスタがいます。ヒロト車出せる？え、ちょっと待って、待って、俺、今今、え、ちょっと俺今、秋田にいないんですよ。ああ秋田おらんか。しょうがないな、それは。しょうがない。マジか、わかりました。ありがとうね、ヒロト。あれ、どうすんだよ。お前、結構最高だな。使えないな、すぐ切るタイプ。しかも、急に食べる気だったから。しょうがないね、これは。でもなんかチャンスありそうやね、やっぱこうやって電話してったらね。大きい車持ってる人って意外といないのか。まあそうっすね。 いるんすけど、もう本当に夜の人、まあ起きてないんやな、この時間にな。車なかったら正直もう秋田移動無理よな。無理無理だな。いやもう本当にどこも行けないっすね。ヒッチハイクしかないんじゃん、だから。まあじゃあ頑張ってみるよ、一回。それは絶対行ける、ヒカルさんとかだったら。一回ね、そっちの方がなんかまた新たな展開になるかもしれないっす。いやもしかしたらじゃあまたちょっとバッと夜会おうよ。どこだったっけ？川端なんすけど。川端？あ、連絡先。え、まずですか？交換しよう。おつ名人と。連絡が。え、ライン。待って、めちゃくちゃ嬉しい。もしかしたら俺らどっちかで働くかも。じゃあまず頼みます。え、どっちの方がいい？どっちも行けそう。ノリがいいよ。どっちも行けそうっすね。どっちも行けそう。ちょっとほのめかしといてもらって。あ、オッケー。まあ、誰か1時間1時間行ってみました。いや、まずそれだったら、やっぱとりあえずじゃあ行ってみます。大型ルーキーが来るって。さすがに大型すぎる。一回伏せといてみたいな。伏せない方がいい。伏せない方がいいと思う。伏せていけるぐらいの感じの敷居的には。友達当たりでいいっすかで行けるぐらい。それ行けます。行けるんだ。それで行けると思います。友達って感じで紹介してるじゃん。じゃあ言わない。光って言わない。友達で紹介しよう。それドッキリおもろいね。めちゃくちゃすごい友達がおるみたいな。もう本当にヤバいっていう。ヤバい、ほんまにヤバいやつ。絶対売り上げ上げる。友達おる。歴史変わるって。レイスの歴史入れるやつ来ましたって言った。めっちゃ変わると思う。変わるでしょ、これは。やばいね。もう川端の歴史変わっちゃいます。川端が変わる。いやいや、マジで変わります。めっちゃ人集まるし。でも川端のカリスマなんだよね、確かに。ちょっと待って、なんで。全然違う。やめて、やめて。バートが言うには、純一すごいっていう。純一すごいのは本当なんです。すごくないです。あれですよ、入って1年も経ってないですからね。ちなみに、レイスの一番売り上げ上げる人は誰なの？オーナーです。オーナーおれへん。オーナーがもうダントツ。もうエグいっす。あ、エグい。レベル近い。マジレベル近い。バウトも結構オーナーがやっぱ。オーナーか、あと店長、最近誕生日だったんですけど、1個の席の会計が最大で80くらい。うわー、すごいな。なんかホストだったらまあすごい、まあくらいだけど、多分メンパってなるとあんまないんですよ。80万とか。メンパっていうんだ。メンズパブ。メンズパブ。でもこっちはミックスバーっすね。女の子も働いてるし、男の子も。そんなとこあるやん。すごいね、それ。社長と両方あるってことだよ、みたいな感じ。こちら今日出勤多いべ。金曜日やから今日人多いんじゃん。多分多いですね。あ、これ熱いね。このワンチャンあるぞ。熱い。オーナー越えしちゃう？ヒカル。じゃあ待って、え、頼みます。オーナー戦う？じゃあ一回。戦ってみて。勝ったらヒカルがオーナーってことでしょ。まあ、そうなるね。レイス。レイスもらえる可能性あるよね。俺は何も言えない。何も言えないね。レイス取りっか。何も言えない。あ、それ楽しみだやっぱね。あと、ここケントの家やん。まあね。そうだよな。俺はもう帰省して。ケントにね。ケントちょっと暇だったらまた来るわ。ちょっとまあまあ、どうぞどうぞ。最近なんか泊まるとこなかったらケントにやってみよう。まあまあ確かに確かに。じゃあまあ行くか。行くか。じゃあじゃあひっちゃいくだけします。ありがとう。はい、すいません、本当にありがとうございました。じゃあまた写真撮る。あ、撮りたい。撮りたい。待って、そうや、写真撮ろう。写真撮ってなかった。オッケー。よし、暑い。よっぽやばすぎますね。ありがとう。先生、ありがとうございました。ありがとう。冷静に、特にケントありがとう。それはそう、本当に。じゃあ最後なんかみんなが見送りしてくれるみたいな。見送り。ケントありがとう。ありがとう。助かった、ほんまに。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい出会いだな、一発目か。濃いな。めっちゃ面白い展開になりそうだけど。おお。ありがとう。なんであんなに言うんですか。ほんまにたまたま。貧乏旅行中で。こんなどいなんかに。ありがとう。ありがとうございます。パンケーキ食いてぇな。パンケーキ。このパンケーキ。一回覗きます。一回覗きます。窓からずっと見てこうやって。一回覗いて、挨拶だけして、気づかれたらワンちゃん行きましょう。それで行きましょう。自分でパンケーキやって。開けるんだ。開ける。ここは、ここかな。僕光なんで、ちょっと入っていいか。撮影とかも、CD 出るんです。あ、いいです。ありがとうございます。貧乏旅行。
っていう無一文で秋田を堪能するっていう旅してるんですよ。で正直お金がないんですけど、このパタ見てどうしても食べたいってこの相馬さんが言い出したんですよ。で、その僕たち本当お金がないんで宣伝するので食べさせてもらえないんですよ。ちょっと全然状況が分かんない。もしよかったらこのお店が一番おすすめのものとお水だけいただければ。お水、はい、それだけです。あー本当に多分状況が多分飲み込めてないぞ。頭真っ白ってる。これめっちゃマサイだよな。これパンケーキ人気ナンバーワンですね。これやばいでしょ。いや、ここ絶対美味しいっすよ。ブルーレパンケーキ、これもめっちゃ気になるわ。キャラメリゼ、あー、これ店長どうします。俺らはブルーレパンケーキ先月はもう確定してるじゃないですか。でも僕ら言ってもバナナキャラメリゼもいけますよ。いけます、いけます。店長笑いますね。その店長これはいけるぞ。で、これナンバー2のクリームソーダ、あー、うわー、これ来たでしょ。はい、はい、店長3人っす。じゃあ行きます。お願いします。いいっすよ、いいっすよ。わー、よっしゃ。店長ありがとうございます。お店の名前をちなみにスフレパンケーキ6個っていう。スフレパンケーキ6個です。これあの秋田大学のすぐ近くにあります。確か行きやすい。絶対うまいぞこれ。ちなみに何年くらいやってるんですか。今年の6月で2年に。おー、人気店やん。うん、めっちゃ多いですよね、メニューは。確かに確かに。チョコスフレとか塩キャラメルとかもあるんですね。そうですね、パンケーキ専門でやってるので。はいはい、美味しそう。すごいっすよね。で、食事トッピングでスモークサーモン大盛りとか、あるぞこれ。いや、てか安くないですか、ローストビーフ丼盛りで300円で。お、すげえ。これも美味しそう。ローストビーフ丼もあるよこれ。すごいな。お水出るサービスらしいっす。もう50人利用してくださって。お水だけ飲みに来ちゃダメ。いや、これはすごいです。見て、お水もちゃんとレモンとかさ。まあ、これは確かおしゃれやな。おしゃれやな。もうお水一つこだわってます、このお店は。本当に。確かに。じゃあ、6個の青空クリームソーダを。これ、アップルティーもあるけど、ジンジャーエールありますか。俺でも世界遺産のアイスコーヒー。おー、何これ。白神山地の水を使って。おー、あの水が世界遺産ですね。そうです、作られてる。じゃあ、そもそもこれ世界遺産いきます。世界遺産いきます。じゃあ、ここクリームソーダ。はい、メニューはジンジャーエール。僕たちも忍びないんですけど、広めたいからね。逆に広めるにはいろんなの楽しかったし。じゃああとはなんかこう店長さんのおすすめをなんか何品かもらえたら。何品か、何品か、この辺の気持ちですね。店長さんの気持ちです。店長さんお任せします。気持ちでこれぐらいだろみたいな。まあ食べれるよ。僕らさっきそうめんを5すすりぐらいしてくれるってことなんで、まあ今までにはまだちょっと空いてるぐらいですね。ごすすりってどんな感じで、適当になんかこう雰囲気で、まあ多すぎないぐらいですね。でも一つ皿結構ボリューム。あ、あるんですね。あ、じゃあもう一つ皿でいいかもね。じゃあ確かに。ありがとうございます。時間20分ほど。あ、オッケーです。ではすげえ。すごい。店長さんお名前は？鎌田と。鎌田さん。ありがとうございます。いや、すごいっすよ。いや、すごい。ありがたいな。秋田県。え、最初入った時どうだろう。聞かれですけど。最初から俺もだから絶対この人俺のこと知ってないなと思ったんで、うん、ちょっとこれ無理そうかなと思ったら、うん、一応ギリギリしてそうだったんで、そこからなんとか突破できましたね。いや、とりあえずいいからね。いやいや、危なかったけど、ケイトが本当にもう何残ったのか分かんなかったって感じでした、ね。リアクションだったんで、うん、確かにね。入った後とか夢だったと思うんじゃないか。ぐらい唐突ですね。唐突ですね。唐突ですね。若干もうちょっと奥になんかカラーの髪型でした。そうそう、勝てない、勝てない。なかなか見ないですね。なかなか見なかったですね、足から。うちだったらね、番組スタッフとか言い気に来るんやけど、直接本人が来るっていう。直話もね。直話もなんで。ちょっとお水だけいただきます。すいません、いただきます。いやー。うわー、お水。はい、どうも。はい、どうも。ありがとうございます。はい、どうぞ。はい、どうぞ。皆さん、お願いします。あ、水いただきたい。はい、どうぞ。はい、どうも。はい、どうぞ。はい、すいません。トイレの場所ってどうですか。あ、ごめんなさい、どうぞ。あ、ごめんなさい。いらっしゃいませ。どうぞ。お店の人。お客さん来た。あ、来た。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。何名様ですか。3人です。3名様。じゃあ、ここで。どうぞどうぞ。ここで。あ、どうぞ。あ、お店あるんで。お店飲んでください。まあ、お客さんね。そうですね。会社で。どうぞ。こちらメニューなんで。お店じゃないかな。ブリューパンケーキとか人気になってるんで。よかったら。みんな、おめでとうさま。いや、秋田チリから初めての水分ですね。確かに、うん、ございます。ありがとうございます。
上品うまい、うん、大丈夫ですか、すいませんね、びっくりしました、申し訳ない、本当に YouTube 見たことあります？あんま見ないんだ、びっくりしましたね、本当にね、うん、そうですよね、すいません、ね、衝撃的ですよね友達も今から2人来る、あ、友達がワンチャン知ってるかも、そうだね、友達も YouTube 見ないかな、あんまり、あ、小町、じゃあヒカルとソーマトランジスタってやつが来たよって言っといてもらったら、うん、一応もしかしたら知ってるかもしれないんで、うん、もしかしたらめっちゃ嫌いな可能性もあるし早めに言っといてあげた方がいいもんね、ありがとうございます、ありがとうございます、すいません、わ楽しみだな、これめっちゃうまそうなんだよこれね、確かにこれやばいよ、いい気に入りだけど、うん、これとかもさうまそうじゃない、アボガード、ね、アボガード絶対うまいんだよね、うん、一つずつちゃんと説明してんのもいいよね、うん、あ確かに評価高っ、評価高い、実はめちゃくちゃ人気店に、ああ評価高いわ、に迷い込んだって言ってたんだから、ほんまに星 4.1 ありますからね、うん、だからその宣伝の必要がないぐらい人気店っていう感じで、まあその説高いね、めっちゃね、うん、でもよりっていう、うん、よりね、もしかして県外から来る人も増えるかもしれない、あ可能性ありますね、うん、でもやっぱこう僕貧乏旅行したものは、うん、ちょっとずうずうしくいかないと物事って何も動かないんだなっていうことを思いましたね、うん、僕もこの門をくぐるときちょっとヒヤヒヤしてましたからね、うんうん、まあやっぱ見てる俺らの方がヒヤヒヤしてると思うからこれすごいことですよ、だって冷静にお店乗り込んで、うん、もう覆ってくれって言ってるから、ね、ありえないです、冷静にやばいっすよ、うん、言ってること、うん、あ来た来た友達2人、あ来たね、あいらっしゃいませ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、あそうそう、あのこれだけすいませんそれで決まりなんです、いらっしゃいませ、知ってらっしゃいます、知ってます、あ知ってます、はい、ありがとうございます、確かに冷静考えたらね、地元のパンケーキ屋さんにこれいたら結構びっくりするもんねどういう状況っていうか、これを知ってる人であればあるほどびっくりしますよ、確かに、はい、どういうことって確かにね、なんでみんなオーバーオールなんていううわやばっ、うわおいしそう、これが一番人気ですか、一番人気のトリュレパンケーキ、いやボリュームすごっ、これはやばいな、やばすぎでしょボリューム、これ1人前すごすぎん、これうわすげー、ちょっとトマト消えちゃいますね、あすいません、はい、汚いです汚くはないでしょ、じゃあいただきます、いただきます、いただきます、わーやば、美味しそう、クリームソーダ、これは世界遺産のアイスコーヒー、はい、自家製ジンジャーエールです、ケンジさん、これって1人前でこの量なんですか、1人前ですごいっすね、ちょうどピタッシュ3つあるよ、確かに確かに、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、すごいっすね、マジで絶対うまい、これ絶対うまい、相馬さん、じゃあこの葉っぱいくですか、まあまあ、緑え、いっていいの悪いね、なんか決めていいですよ、そう、いただきます、うまそう、いや、これ6個の、これミントでしょ、これ多分、いただきます、違うわ、本当に一番うまい、じゃあ僕その次いきます、うん、うわーすごい、どうめっちゃうまい、やるか、ホイップやばいっす、ホイップやばいっす、ホイップ自体がめじ、ナツ1個、めじ、ナツ1個じゃん、お前、無視かよ、そんな言ってないこのホイップやばいっす、うまっうまっこのホイップうまっ、ちょっとこれじゃ、あ、パリパリや、これあ、外パリだ、外パリの、あの、あれやブリュレブリュレ、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 多分これ乗せてるよ、こうやって、でそうそうそうですね、絶対うまい、絶対うまいやん、ね、これやばいっしょ、これやばいきます、うまっやばっ、めっちゃ柔らかいっす、ふわふわっすよ、うまっ、これいただきます、これえぐいね、うわこのアイスとクリームダブルで乗せるまで、うまパンケーキ屋のマジでうまい、これマジでうまい本当に美味しいです、この外カリ中ふわめっちゃうまい、うん、超美味しい、で甘いだけじゃなくて後ろからちょっとした苦味が追ってくる、うんうん、それいいよね、めっちゃ美味しいです、こんにちは、うまっ、しかもこの卵の味すごくないですか、うん、うまっ、お客さんがめちゃくちゃ来るほう、うん、人気すぎる、もう世界遺産のアイスコーヒーいきます、合うこれめっちゃ合います、この甘いのと透き通るこのコーヒー、やっぱ違うんですか、ちょっとめっちゃ飲みやすいです、すごいこれうますぎる、じゃあいただきます、ナンバー2、これやばい、マジでうまい、うわこれ確かに人気なの分かるわ、やっぱ普通のクリームソーダ違う、違う、マジうまいっす、メロンソーダとなんかラムネを足して煮てまったよ、ああなるほどね、なるほどね、いいなこれめっちゃうまい、え、いいんですか、うわまだバナナキャラメル、うわぁ初めて見たことで、やばおしゃれ、これ本物のバナナってことこれ、そうだ、これコーティングしてあるんだよ、さっきみたいなブリュレみたいな、どうやってやったんやろ、いただきます、うん、何これ新しい、うまっ、うん、うまっ、でもこれ予想以上にバナナなんですよ、ちゃんと、うん、このキャラメルが味が残ってる、主張がね全然ないんで、うん、だから歯応えをめっちゃ良くしたバナナの、マジバナナブリュレっすね、うまっ、これが圧倒的すぎたな、確かにうまいね、ちょっと別格やった気するこれ、でも抹茶とかも食べたいもんね、そんな流れでね、今度また来よ、来たいよね、え、普通に飽きてきたらちょっと来たくなるよね、これね、うん、はい、食べられました、ごちそうさまでした、
楽しかった。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。いかがでしたか。めっちゃ面白かったです。やっぱこのナンバーワンは圧倒的に僕は大好きです。びっくりすぎてちょっと大きい声出しちゃったぐらい本当に美味しかったです。びっくりしました。よかったです。ありがとうございます。またちょっと飽きたりするか。本当ありがとうございました。ありがとうございました。 OK です。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に美味しかったです。もう、はい、多分秋田いる人はもう絶対来なくちゃ、うん、損ですよこれ。いやめっちゃ人気です本当に。正直普通にめっちゃ人来てて入れないレベルで来てるんで、ぜひ皆さんも来てください。6個で秋田県の秋田大学の近くにあるんで調べて来てみてください。じゃあ次行きますか。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。はい、ありがとうございます。写真撮ってまでいいですか。オッケーです。ありがとうございます。すごいね。ありがとうございます。ありがとうございます。あのここ6個美味しいんで、ぜひぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。さて次こそは見つけましょうか。車。いやでももうあそこの美容室すごい。髪の毛切れますよ。美容室行きます。おお、美容室。うわすごい。ちょっと髪の毛ちょっと待って。あセットしてもらいます。セットしてもらおう。あセットしてもらおう。確かに俺ちょっと寝起きできてるんで。向かいの美容室見て。でもなんかやってくれそうですけど、ほらこの歓迎ムード。行くわ。一回外行きます。はい、ちょっとね向かいの美容室さんがめちゃくちゃなんか大歓迎ポーズ出てたんで、とりあえず一旦乗り越えます。わかんないですよ。このここですね。ノーティーってことですね。すみません、ケイちゃんさん。あ、です、はい。あの、ちょっと僕たち無一文旅行っていうのをしてて。無一文旅行。お金がないんですけど、一人だけちょっとあの髪の毛ちょっとセットしてほしい人がいるんですけど、お金ないんですけど、セットとかだけしてもらったりできますか。ワンチャンカットもありですけどね。走馬灯にしたら、ね、今混んでます。マジですか。混んでますね、確かに。めっちゃ。おかげさまでですけど。手空いてなさそうですけど。セルフでやります。じゃセルフで。意味わかんないです、セルフで。セルフでセット意味わかんないです。人めちゃくちゃ多い。人めちゃくちゃ今ちょっと空いてないかもしれない。そうですね、やっちゃいますか。えやっちゃいます。いいいいですか。やっちゃいますか。やっちゃいましょうか。まあ、せっかくだし。うわせっかくやってもらえないですよ。えいいんですか。本当ですか。無理しない方がいいんじゃないですか。手の手パパって。え抜きはダメでしょ。え切った方がいいんですか。いや、切んなくてもいい。セットだけでも全然大丈夫です。結構伸びてますね。いや好きでいいですよ。マジっすか。かっこよくしてくれるんですよね、でもね。あ、しますか。これやっぱそのふざけたりしちゃうと、ノーディーさんですよね。あ、ノーディー。ノーディーさんに目がかかっちゃう。まあ、確かにそれそうですね。確かに、かっこよくね。かっこよくしてください。今までかっこよく。はい、わかりました。いいですか、わかりました。ありがとうございます。わかりました。いや、これノーディーの腕を試してもらえないかな。かっこすごい展開になったな、これ。マジで仕事もしなきゃいけない。仕事しながらで、はい、しばらく放置で大丈夫です、ね、これ無一文旅行って誰かカットしなくちゃいけないこれ。たまたまです。たまたま前回が笹木さんのポジってことでしょ。だってボルさんだね。たまたまやっぱね。まあね、YouTube 見てます。ありがとうございます。かっこよくしてくれるんだろうな。俺やりましょうか。じゃあ俺やるか。見えますか。あるわね。こんな大ボールの拍子ないだろ。見たことあるか。そんなに見てません。大ボール、大ボールやオーバーオールだった。お願いします。お願いします。ああ、そうです。え、切りますか。あ、切ります。どうします。うん。全然時間あるんだったら全然。伸びてますか。切っていいですけど、あの本当にあれですよ。本当かっこよくお願いします。やべ、手震える。え、手震えちゃダメですよ。絶対ダメですよ。手震えちゃ。よかったです。まあはい。無一文で髪切ってもらえる。いや、まあ、ありがたいことです。ありがたいですよ。本当ありえないですよ、ね。ありえないです。ちょうど伸びてたんで本当に助かります。本当に。ありえない。何なんだろうこの。で店長さんですか。あ、です。あ、店長さん、これ480万人のチャンネルなんですね。ね、めっちゃすごい。やっぱすごい見てると思います、皆さん。しかもこの帽子かぶってペッタペタ。そうですよね。でもこれやっぱ腕の試しところですよね、やっぱね。そうですね、素材としてはね、結構一級品ですもんね。まあそうなんですよ。僕ってちょっといじるだけでかっこよくなるんで、まあ、ここはやりやすいかなとは思いますね。あ、でもいい感じですよ、今。確かに、まあ、色の感じ。いい感じ、おかしいだろ。意味わかんねえよ。何が正解か分かんない。いや、そうです、あの自分の芯を持ってください、ね、こっちにやられると俺このまま出ることになっちゃうんで。正解が分からん。正解はかっこよくすることです。店長、自分の心を信じて。爆発的にそうな今感じて。いや、だからいいって言うんですよ。店長、本当にお願いします。いや、マジっすか。はいはい、バルトレメオみたいな食べ方。あ、確かに。だからこれって完成じゃねえ。後ろ一回バリカンで買っちゃってるんです。そうです。おばあちゃんじゃないんだよ。
ここに揃えたの。いやいやだからそれ坊主じゃないですか。違うんですよ。これノーティーのもう社運かかってるんで。かかってます本当に。これみんな見るな多分秋田在住の人とかはこれを見てあノーティー行きたいなとかあノーティーやめた方がいいかなとかなっちゃう可能性はありますよ本当に。うわ来た。これどうなるかやな。うれしそうだな。確かにちょっといざとなってちょっと上がってきましたね。さっぱりできますし。そう有名な人とかしてますか。さっきは有名誰だろう。佐々木のぞみさんとかになってます。あ、です、ね、あまあオリックスの中島監督とかね。あ、そうですね。あ、そうですよね。そうですめちゃめちゃ名称だからね。オリックス2連覇に行ってるから詳しい。そうそういい感じになってきてるんですよ。まだ早いな。ちゃんとね神木隆之介になるかっていう。ちょっとでも遊んでもいいっすよ。いや、それ怖いな。どこまでがよくわかんない。そうですよね。どこまでかましていいかがね。どこまでかがよくわかんないですけど。どこまでかましても大丈夫です。めっちゃめっちゃ大丈夫です。どうかな。それは。でも今最近視聴者の人も厳しいからな。ふざけすぎるとね、悪ノリがね、いじめになっちゃう時代ですから。ここはね、難しいですよね。なんで僕に行かないですか。僕に聞くでしょ普通。店長さんのやっぱセンスでね、うん、やりたいやってもらうのが一番いいっすよ。秋田名物切りだんぽヘア。うん、真剣な顔。いやちょっと店長が悪さしないようにずっと見張る。店長多分ノリいいから行き過ぎる説があるなっていう。これはちょっと監視してないとちょっと怖いんで。割り込む。割り込む。よしよしよし。エリアの産毛をやっぱり。ああ、ないですね。産毛ちょっとそう振りみたいになってるんですよ、それも。本当ですよね。ここのやっぱ。本当だ。大事か。これちょっと言っとかないと。まあ確かにね。後ろ確かにこれ確かにちゃんとした方がいいな。ちょっとなんかもう産毛隠れてる。やってる産毛。産毛をね。産毛を。あ、ない。ない。やった？え、こいつやった？そんな声出す？産毛で。産毛切ってあげる。産毛切ってあげる。産毛切ったら産毛だったら大丈夫。言っても産毛か。声やめとく。おいおい。SNS の怖さ知ってる？いい感じです、いい感じです。産毛はやっぱちゃんとやっとかないと。声だけ。ちょっと、ほんとやばいな。ほんとやばいな。このお店ちょっと広めよう。刈り上げやられるって言っとこ。あ、でもめっちゃいいっすよ。みたいな、じゃあ。かっこいいっす。逆になんかアーティスティック。かっこいいよ。アーティスティックってもう、え、マジ。見せて。顔みたいです。あー。まあ。バランス取りました。まあでもこんなラッパーいないけどね。こっからさらに。店長、これだけやめてな。うん。もうでも全然こっちが見ると全然いい感じですけど。いい感じです、いい感じです。後ろからやめてかっこいい。ユーチューバーなって。個性出てるやつ。まあまあね。まず個性出てます。同じのやります。やっぱ同じのやっちゃうとパクリみたいになっちゃう。よくないね。ああなるほどね。唯一無二考えたらかっこいい。ああなるほどね。今度佐々木さんに唯一無二してもらおう。前さんも絶対に。いやでも確かに美容室俺だけセットしなかったらちょうどよかったね。平日とか大丈夫？はい。時間がしか。お店の都合で。忙しい。かね。こんなことすればいいの。こんなこと帰ってから言えばいいじゃないですか。ラストワックス。ラストこれで帰ってから。これで。おお。あ、めっちゃいい。いいね。もうかっこいいですね。ドクモって感じしますね。ドクモ感あるじゃん。ドクモ感あります。ほんまニヤニヤしないで。おお、すごい。ありがとうございます本当に。後ろ。こういうもんなのかな。かっこいいですよ。逆に受けるって言った。気のせい。いやでもありがとうございます本当に。かっこよくしてもらっちゃって。あ、ちょっと前撮るんですよ。後ろマジでいい気が。逆にね。逆にいいですよ。ほんでパッと入ります。飽きたのだけで。秋田でギリギリ入る。飽きたダメが入る。ローディーヘアで。ローディーカット。まずぜひローディーカットやってください。ありがとうございます。ちょっとノリでやっちゃってすいません。いやいやいや。ノリが一番大事なんでね。美味しくしてもらいたい。また来てください。また。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。写真ですか。ありがとうございます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 。ビームエリート営業マン。確かに昨日も本タイトル。あ、見ました。ありがとうございます。ありがとうございます。なんで起きてるの。本当もうそのたまなんちょっとポップですよね。
はい、俺は入ってないから手が隠せそう、カメラ入ってないな知ってるんで嘘つけないで、ね、マネージャー辞めるとつけた、あー最近で見てくれ、ね、ちゃんと見てくれてるかっこいい、めっちゃ世界観もちょっとこれ正直すぎるこの辺でちょっと探しましょうか。ちょっとね、俺作戦考えたんですよ。ヒッチハイクもあるけど、そもそもさっきのパンケーキも美容室もそのまま直接行ったじゃないですか。だからレンタカー借りるっていう、あレンタカーに直接乗り込んで貸してくれっていう交渉するっていうのは、あ1台だけ、ね、そうそうそう、一番早いんじゃない、宣伝になるもんね。そう、そんなこと可能なのかな。どうすか、そのものなかったはずで、調べたら 190m 先にレンタカーショップあるらしいです。一個だけ行ってみようか、写真撮る、お願いします。俺の本持ってるよ。お持ってきました。お持ってきたやん。探してた、俺の、はい、探してました。やば、お前ストーカーか、よく見つけた。イエス、そこら辺で回り回ってたら聞こえたら出て、すごい運いいっす。マジで嬉しいっす。これ、はい、買います。ありがとう、アクションありがとう、ありがとう。写真撮る、写真撮って、やったー、 OK、 ありがとうございます。オッケー、おはようございます。おはようございます。オッケー。ありがとうございます。人数が俺ら多すぎて乗れないんですよ。プラス俺らが行きたいの、ちょっと田舎なんですよ。負担がでかすぎるんですよ、相手にとっては。やったらレンタカーショップの人だったら負担低いでしょ、まだ。で、今日夜稼いで明日払いに行って。おう。おう。金髪、ありがとう。おめでとう。あ、ここだ、ここだ。これがエコカーマーケット。めっちゃ安いぞ。はい、あーやばい、めっちゃ真面目な人そう、めちゃくちゃ安い。これいけなそうですね。はい、すみません、YouTuber のはい、はい、YouTuber 貧乏旅行っていう秋田県を無一文で旅行するっていう企画やってるんです、ちょ YouTube のチャンネル登録者が結構多いんで、ここのお店を宣伝するんで1台車を貸していただくのもできたりしないですか。会いたいですね。注目結構やっぱり学生さん、あーあー春休みですよね、めちゃめちゃそう、すごい優しい対応してますね。ありがとうございます。だってこ安いっすよ、ここ24時間学生さん向けってことですよね。あ、惜しかった、ありがとうございました。ありがとうございました。埋まってなかったらワンチャン、いやあったっすね、この車乗ってくる。いやいや、どういうこと、だって予約入ってるよ。乗っとくっていうのセット、すいません、お客さん、ちょっと今セットでこの人たちついちゃってるんですよ。こう考えてもヒッチハイクしか道ないってことですね。いやー上にだから厳しいってことですもんね。みんなで親指立てるか、気づくはしてもらえるっすけどね。気づかれるんだけど、田舎ってやっぱ軽自動車多いんですよね。みんな一人一台みたいな感じだから、そうそう、だから軽で十分なんですよ。コンビニ戻った方が良さそうっすね。確かに確かに、パワーズだよ。パワーズ本社行ったら聞きます。パワーズ車上がってないっすよ、パワーズ。ハハ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 ハ。え？トマトだ。昔俺アートで派遣してましたから。派遣、派遣でやってました。めっちゃ大変ですよ。元社員割りで。元社員割りなんて多分切りないぞ。あー来た。アート舞台が続々と。ちゃんと帽子取る。アート舞台。アート来たんですか。アクターを堪能しに。あるっすよ、俺後輩みたいなもん。派遣しとったから。先輩にちょっと心得みたいなの教えてあげた方がいいよ。車空いてない。車、後ろはどれへん止まる、後ろは止めない、めぐりこの2人も行くんで。いいね、いい教育されてるわ。ありがとう、名人だけ呼ばれてるわ。名人の名人って、頑張って、ありがとうございます。今大丈夫ですか、時間。あ、ちょっと町内年始2年なので、わかります、あるか、そう、マジですか、わかります、え、あるか、群馬イベント行きます、覚えてます、すごい、めっちゃ負けてたもん、今ツイキャスしてて探してたんですよ、そのこと、ガチ勢、パチンコ負けた人、負けました、7万負けました、マジで、群馬で来たの、昨日、東京住んでて、秋田帰ったんですよ、地元で、あ、地元で、それで、2時間探しました、2時間、ずっと歩いてタクシーとか、タクシー、はい、すごい、歩いてみせてすごいな、すごい、いやもうみんな情報送ってくれて1分前にここにいたから急いで来ました、今みんな撮りましょう、もう人集まりすぎてやばいよ、でもなんか、すいません、息子に自慢していいですか、
どうやらくなってきたの。いやもうどうやらこれだから。ちょっとでかい車探してます。大きい車持ってるよって言った。4人乗れる大きい車持ってるよって言った。一応声かけは大事。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に人が多すぎてオフ会みたいなの始まっちゃうんで、ちょっと離れます。本当にこの大型車手に入れるめっちゃむずいです。いや難易度高い。さっきエスティマの人が見ててくれたらしい。うわエスティマ来てくれ。あれ大型駐車場があるところ行って。あイオンとかめっちゃありそう。あそうです。こっちの方がありそう。もうすごいぞこれも。車でこんだけ気づかれるってすごいです。そんな気づかれたらすごいって思って。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。あ、これあ、ほんまや。ただこの車乗ってる人気づいてくれて気づいてます。え、これ H-R-G 出た。ありがとうございました。ありがとうございました。すごい。いやもうやばいですよ、本当にこれ。これエグいっすよ。トモさんと名人もいいですか。はい、もちろんもちろん。オッケー、ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。もう連続やもん、ほら。もうファンがもう合わなきゃと思う。多分回ってるっすね、完全に情報は。いいよ、ちょいでもいい。めっちゃ腹減ってきたから、なんかちょっと欲しいな。ちょっとまたなんか乗り込むしかないか。店に。直営かけるしかないぞ、これ。直営。今時直営ってあんまないよ。でもこのなかなか捕まらないのがリアルっすね。いやいい、めっちゃいい。最初トントン拍子行ったんじゃないですか。うんうん、なかなかこううまくいかないっすね。やっぱこれぞ無一文だもんね。うわぁ、めっちゃでかい駐車場ここ来たね。これはでかいやろ。すぐ。これね、俺は目的地も決まってないから、仮にヒッチハイクで捕まえたところでどこ行っていいかも決まってないからね。しかもそこ行ったら行ったり、多分そもそも帰っちゃったら多分もう済むんすよ。済むね。俺はだって今リアルに5キロ以上荒れてますよ。確かに確かに。どうしようもこれ、はい、めちゃくちゃ多分。あ、いいっすよ。歯医者行きますよ、これ。行った歯医者。行った歯医者行こう。もしかしたら歯医者行こう。奇跡が起きるかもしれないですけど。この歯医者めちゃくちゃ多くないですか。あ、そうですそうです。全員選手ですよ。大きい歯医者。撮影ですか。これあの秋田県で無一文の旅。そうですか。で今車探してるんで、でかい車が欲しくて。でかい車。あの5人以上乗れるやつ。先生お、院長の車。待って、ミキさんよ。ミキさんの車に。あ、ミキさん行く。車足がなくて5人乗りの車がちょっと欲しいんですけど、なんとかならないですか。院長の力で。あ、いいっすか。いつまでに返したいですか。今日の夜。うわ、でかいっす。でかすぎる。大丈夫です、大丈夫です。ありがとうございます。院長ちょっと大丈夫です。大丈夫です。院長行きましょう。いった。これ桜井鹿さん。これすごいぞ。すいません、私も死んだって。すごいわ。めっちゃお願いします。院長初対面。多分会って3分で車発送の院長いないっすよ。なかなかそういう人です。そういう人よりいいっすね。だからこんなにスタッフも出てくる。すごいっすよ。やっぱ院長最高。最高です。院長最高。せーの、院長最高。いいな。すごいな。ありがとうございます。こんな出てきてくれたからで放置しましたもんね。やっぱ患者さんは放置状態。口開けたまま帰って口カピカピになってるんだもん。でも本当にいい人ばっかりでね。あったかいっすよ。あったかい。なんとかなりそうっすよ。いや本当に奇跡や。奇跡っすよ。いやいろんなさ会長とか出てきたやん、うん、委員長確かにそうだな。ちゃんとハゲてましたからね。いやそうなんだよ。それ俺も思ったんだけど、このチャンネルってやっぱハゲの人優しい。助けてくれる。めっちゃすごい人なんですよ。絶対すごいっすよ。このクレーク規模言うから。しかもこの慕われ方ってことはやっぱカリスマ性もあるんですよ。ただのハゲじゃないんですよ。腕もある。腕もある。腕あるハゲってこと。すげえわ、助かる。腕あればいい。髪はなく関係ないぞ。関係ないです。自分で言ってましたからね。院長ハゲてますけど。俺は横田の時に院長お願いしますって言ったら、ハゲてますけど。絶対言ってない。いやマジ言って、マジ自分で言っとったから。え、写真撮りましょうって言ったら、ハゲてますけどっていう。そんなこと
俺ら言うはずないじゃん。あ、じゃあハゲだったら大丈夫です。ないないじゃん。見てください、ビザードです。やったやった。なんかじゃあちょっとこれをちょっと笑ってもかな、マジで。いいっすね、ほんとに。運転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 。うわぁ、このまま一回乗ってみます。一回乗ってみます。一回乗ってみます。席乗って。いやぁ、院長ありがとうございます。ありがとうございます。先生、ほんとに。院長おいくつなんですか？43です。やっぱちょっと違うよね、若くして成功した人のオーラというか、うん、いやいや、まあ院長この後の予定はどんな感じなんですか？午後から診療ですですよね、はい、仕事です。じゃあ一旦田沢湖で、はい、今かなんて、ね、患者様がちょっと待ってるんで。いや、そうですよね、はい、冗談です。じゃあ今車だけ本当にお借りして、はい、何時ぐらいにここに来ればいいですか？7時ぐらいまでに来ていただければ大丈夫。わかりました、ありがとうございます。ありがとうございます。院長、院長かけてるんですか？うん、ちょっとハゲちゃってる感じで。言ったでしょ。ちょっとハゲ。院長が言ったんですよ、これ。自分から言い出しました。写真撮るときに。帽子の取り方も結構プロです。いやいやいや。結構ゆっくり撮るからね。ちょっとハゲちゃってる感じで。すいません、なんか。はい。いや、ありがとうございます。その被り方。その被り方すごい。めちゃめちゃいい人や。いやいや。顔に出てますもんね。いい人ほら、全部。院長の名前が桜井さん。そうです、そうです。桜井義行。院長は初代なんですか？そうですね、歯医者。すごいっすね。それでここの大きさまで行ったんですね。そうですね、最初からこの大きさにしようと思って。すごいっすね。それやっぱ腕がいいからですか、やっぱ。田舎なんで土地が大きいんでやってみようかなって。でもスタッフの数めちゃくちゃ多いですよね。そうですね、すごい。みんな来てくれて、はい、選んできてくれたんで、はい、おすげえ幸せにしてあげたいなと。めちゃめちゃ汗かいてます。すげえ緊張してきました。急に冷静に冷静になってきたら。ヒカル見たことある？チラッとね、 YouTube ではもちろん、はい、その程度でこれ車貸してくれるってありえないっすね。ありえないっすね。女の子たちがみんな、はい、行ってたからみたいな。はい、ノリで生きてますね。そうですね。すげえな。まず楽で楽しいなんか仕事場を作りたいなと。へえ。めっちゃ楽しそうっすもんね。確かに。写真の皆さんね。すげえな、マジで。じゃあちょっとお車お願いします。はい、どうぞ。ありがとうございます。キー置いてきます。はい、ありがとうございます。じゃあこれも名人してもらうしかないな。俺の名人のね、上の店どころ、上の店どころやな。初めてやから俺は絶対無理やしな、この大きさな。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。任せました。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。バイバイ。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。この見て、これすぐ周り全部。いや、すごいっすよ、ほら。すげえな。いや、俺だってこんな有名やったっけ。いや、俺らじゃないね。俺です。すげえな。いや、異常っすよ。いや、すごいっす。奇跡でしょ。レンタカー無理やり借りようとしたのに歯医者の院長から車借りるっていう、こんなのあります？意味わかんないよ、もうさ。だってまず秋田で院長見つけるのがむずいもんね。そもそもちょっと目的地、田沢湖目指そうかなと思ってたんですけど、片道2時間半かかるらしいんですよね。いや、遠いな。ってなるとさすがにちょっと現実味がないということで、まあ一旦適当に車走らせて、なんか面白そうなとこあったら寄ってみたいな感じにしようかなっていう。だからもうゴリゴリドライブってことだね。本当わかんないですよ。何すればいいか。確かにね。でも今も広大な道はあるんだけど、いや、あとね、本当に人がいないんですよ。うん、確かに。だから田舎に行けば行くほどマジで結構絶望する可能性があって。確かに。とりあえず俺お腹空いてるんですよ。俺甘いもん食ったんで、ちょっと俺味の濃いなんか唐揚げとか餃子とかラーメンとか。なるほど。寿司とか。はいはい。そっち系、肉でもいいんですけど。はいはい。そっち系食いたいんですよ。ちなみにお金はないもんね。直営するか本指名してもらって奢ってくれる人探すのか。なんかちょっと趣旨変わってきてる。でもそういうもんなんですよ。直営旅行ね。はい、直営旅行。きりたんぽ。おお、ほんま。斉藤の発想工場。工場か。工場直営する。工場直営してきりたんぽ食わしてっていよいよでもガチの営業になってきてるから。工場直営は。おかしいもんな。おかしいよ。あと廃車コムってあるんで、このお車売ってる。廃車ドットコムでこの車を売り飛ばすっていう手もあるっすね。なるほどね。分かんないですよ。分かんないですね。うん、まあ名人がやっちゃう。名人やめとけよ。なんちゃないよ、やめとけよお前。そうだね、ちょっと運転しにくいからって売るなよお前。本当に。いや、もうすごいだろうな。院長どんな反応するやろ。いや、でも楽しかったらいいんですよ。でも、とりあえず額に汗はびっちょりだろ。でもあの人こういう感じっぽいですよね。本当になんか言ってたことかっこよすぎません？みんなによって楽で最高の職場になればいいって。いや、そうだね。あんな人なかなかいないですよね。確かに。でもそれを本当にやってるからこそあの空気感だと思う。まあそうだね。スタッフの人とかね。確かに確かに。めっちゃ空気よかったもんな。楽でってさ、結構難しいもんね。難しいっす。楽で稼ぐっていうのね。だからそんなハードなことせずにちゃんとしたサービスをちゃんとした時間やるってことですよね。確かに。きっちりと。だからあれ本来必要な 1.5 倍ぐらい多分雇ってますよ、下手したら。だからそんな分散してるってことですよね。
院長にお土産とかもね最高買えたらいいけどね。まあそうっすね、いいっすね、そういうの大事っすよね。あとで院長から金もらってねそれでね、うん、それでねお土産代でしょ、まあ、あとは純一のところで院長働かせるっていうのもあるキャストでキャストでまあね院長パブね院長パブね何院長パブでもやっぱ来てみて思ったのがやっぱね、うん、めっちゃ人あったかいじゃないですか。ああ マジで。でなんか俺全国回ったらめっちゃなんかそう最後感動待ってんじゃないかと思って。うん、47都道府県全部回るみたいな、はい、いやもちろん大変なんですけど、うん、それをこう月1回の楽しみにして、まあ、このメンバーで毎月1個行こうかなっていう。次決めていいっすよ、どっちか。うん、明治行きたいとこある？遠いっすよね。どこ？一応四国。あ、いいよ、四国。四国、まあ、四国のどっか。四国行ったことないほぼほぼ。確かに四国ありだね。じゃあ次回おそらく四国です、はい、もちろんね体調不良とかで誰かが一人いなくなるとかゲストが来るとかっていうパターンはありえると思います。ただまあ基本的には四国次回行こうかなっていう。だから次からもだけどやっぱ車重要やね。まあでもこれもやっぱここね難易度試行錯誤して見つけたっていう喜びとか奇跡があるじゃないですか。確かにね、これ本当にこうドラマ起こりますよね。いや本当にね、誰が予想してました11から院長って確かに11からの院長ね。まあ、なんか11の記憶も今ちょっと忘れてるじゃないですか。分かる分かる。あんなキャラ強かったらいい。そう、11、6個院長でしょ今。そうっすね。あ、6個そう、6個もそうでしょ、うん、だって、うん、あ、美容室も、あ、美容室がノーティーね、はい、結構いろいろしてるな今。言うてまだ14時ですからね、動き出した時間が早すぎて。でもこれぐらいの時間が僕も大事っすね。まあ大事だと思う、うん、だって朝の出会いってあるしね。ある、また変わってくるもんね、夜の出会いとかとね、うん、全然違うもん。いやー、これほんと院長超えるキャラ出てくるのかな今日。院長何もしてないですけどサングラスするんですよ、院長って。ちょっとそれ、お前それちょっと、別にいいだろ、サングラスも。別にいいだろ。いや、これでも、院長がかけないとやっぱ。まあだから、こういうことやんな、多分な。院長見てます悪いな、でもマイさん、ほんまに。お前ね、悪いわ、さっきの。フリやもんな、これ半分が。サングラスかけるんですかって、それかけるだろ、院長。頭の上置いとるやん、多分。イオンあるやん、イオン。おー、イオン行きます。イオンはもう絶対あるけど、あの右にあるな、右にある、右にある。確かにね、あ、ここめっちゃあるぞ。江戸切りそばとかレストランとかめっちゃあるぞ。めっちゃいいやん、ここ。ちょっと営業かけます。まあちょっとね、ワンチャン営業かけてどっか OK 出る可能性ありますよ、まあ、本当に。確かに。ギャルド名人ありがとう。いや、ここからが僕とトマトの仕事っすよ。おっす、ちょっとじゃあ頑張りますか、はい、めちゃくちゃいっぱいあるんですよ。寿司、生スパゲティ、無限堂、いぶりがっこ、ラーメン、もうとにかくめっちゃあるんですよ。冷静に普通に考えたら絶対この店舗も無理だけど、どれか行けるやろって思っとるのもやばい。でもこの貧乏旅行のいいとこってマジで無一文やから、人の力を借りるしかないっていう。だから強制的に誰かと会話が生まれるって良さがあるような、人のあったかさを知れる企画だよね。普通ってやっぱ遠慮しがちやから喋らへんけど、もうズーズーしく行かへんかったら前進まへんっていう。このフードコート行けたらもう奇跡起きるけどそれ厳しそうな雰囲気やな。これ行けるんだな、この感じのとこって。あ、そうですよ。あ、そうです。エンジェルズ取りたい。あ、いいっすよ、いいっすよ。はい、オッケーです。ありがとうございます。トマさんも取りたい。あ、オッケーです。あ、空取っちゃった。なんで？ありがとうございます。ありがとうございます。ラーメン屋さん美味しいですよ、中の品そば屋さん。あ、そうなんですか。あ、でも。あんま興味ない。いや、ちょっと捨てよりかはちょっとお金がないんですよ。あ、どうぞ。え、いける？そんなにできます？え？え？一番ない。え？え？親父様、何も言わずに。え？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 言うときますか？そんなこと。え？そんなこと。え？え？あ、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 あ。ラーメン食べたい。ラーメン食べたい。行きます。YouTube の企画で無一文旅ってやってて、僕たち全くお金がないんですよ。ファンなの？うん、で何人分？4人。マセル？あ、僕。また食べや。食べ？美味しいからマジでここの。マジで美味しい。マジで美味しい。食べます。食べます。じゃあ4人分で。どうぞ。いいですか？ありがとうございます。あれいいですか？うわ。ありがとうございます。すげえ。めっちゃうまそう。何が一番おすすめですか？やっぱお醤油かな。ああ、めっちゃいい。味噌があるんか。塩美味しいで。塩か。塩。で塩一つと醤油三つお願いします。お願いします。ああ、ありがたいね。あんな感じでオッケーってことあるんやな。いや、すごいじゃん。びっくりしたな、そういうの。びっくりした。相馬さんのあのね、絶対効果なさそうなあれが強することあるんですね。まさかね。まさかね。行ってみるもんですね。行ってみるもんですね。いや、わかんないわ。うん、今日絶対無理だと思ったもんね。はい、やっぱ貧乏旅行の合言葉はズーズーしたっていう。まあ、行ってみる。行ってみるっていう、ね。本当ダメ元で。これを見て視聴者の人もズーズーしくやれば、もしかしたらチャンス広がるかもしれない。気づくかもしれないね。でも本当そういうことって多くないですか。まあね、確かに。チャンスってね、自分で掴みに行くものだっていうね。まあ確かに。うちの娘も知ってるって多分。あ、本当ですか。娘さんおいくつなんですか。
二十歳。二十歳だったら YouTube 確かに見てますね。見てくれて嬉しいよね。うちの子めっちゃ可愛い。え？まあ、お母さん綺麗ですもんね。いやマジでめっちゃ可愛い。なんかモデルとかされてるんですか？誘われてはいる。スカウトみたいな感じですね。ああだから俗に秋田美人ですね。そうね。この中で向こう行けるとしたらどれがいいですか？この3人の中だったら。私お兄ちゃん。おお。秋田美人いいんですか？私はね。あ娘がどうと。娘はね。娘は関係ないもんね。娘はね。お母さんと一存では決まらないもんね。そうね。でもうちの娘も多分好きだと思う。まあだって親子にいるって言いますからね。でも本当ですか？でもねうちパパが異様にイケメンなのよ。あ反動でじゃあ。なるほど。反動で。なるほどね。パパがイケメンすぎるからイケメンに興味ないと。そうね。どっちかって。あやっぱそれあるんだ。イケメン見慣れすぎちゃったっていうパターン。そうですね。だからアクセントが欲しいってことですよね。やっぱ遺伝子的にね。生姜食べたいみたいな。生姜そう。やっぱ強めのね強めのやつ欲しいですよね。ネジからもあるし。なるほどね。これあるな。可愛いもん。え、可愛いですか？俺こんな褒められるの初めて。秋田住もうかな、本当に。あんまない。秋田受けがいいかもしれない。秋田受け秋田受けが異常に。あ、でも生ハゲでちょっと慣れてんのかもしれないです。目力が。はい、ありがとうございます。よっしゃ、ありがとうございます。ありがとうございます。あ、助かります、本当に。じゃあ、いただきます。いただきます。はい、いただきます。うまっ。これマジうまいわ。うまっ。これなんか俺の地元であったさ、アイガモラーメンってあったやん。なくなったけどなんか時間経って あそこのめっちゃうまかった。あそこの味にめっちゃ似とる。そこのラーメンがめっちゃうまくて、でもそこのなんか店主さんが亡くなったかなんかで潰れちゃったんですよ。めっちゃうまい。東京でさ、この純粋な醤油のラーメンってあんまないじゃん。確かに。そうだね。この麺の感じもね、東京じゃないんですよね。確かに。正直これうますぎるわ。これしかないけど。ありがとうございます。そんな、ありがてー。この豚めっちゃうまいっすよ。これチャーシュー。あ、これチャーシュー、これやばいっす。これうまっ。マネさんの前ちょっと、ちょっともらっていい？あっすり、ちゃんと味あるよね。どんなもんなのか。あ、塩は塩で、うまいな。でも俺全然、断然醤油派やな。俺もスープもらっていいっすか？あ、全然全然。でも醤油食べたらやっぱ醤油が味が強すぎて、あ、うまい。醤油に引っ張られるのはやっぱ。確かに確かに、この醤油うますぎますもん。この醤油結構異常にうまい。多分絶対知られたらやばいっす。人気店になります、これエグい。これやばいっす。東京とかだったら絶対並びますよこれ。一応ラーメンってくぐりじゃないか。これそばって、しなそばっていう、これ多分秋田に絶対来てほしいっすけどね。うまいっす。ちょっとグルメの人だったら、これ見当てで飽きてきても全然ありやと思う。確かに。ラーメン好きとか麺好きはぜひ食べてほしいな。わかった、ごちそうさまでした。ごちそうでした。ありがとうございます。いやー、まずいですね。めっちゃ美味しかった、本当に。これってお店の名前出してもいいんですか？出してください。懐かしの味、品そばです。丸ごと市場の品そば。いや、ここマジで今止めてる間も、もう前さんとヒカルとかもずっとうまいうまいながら食ってました。前さんなんてこっちがうますぎてこっち盗んでましたから、まあ、まあ一応醤油、醤油は本当にめっちゃうまいです。でも正直さっき塩食べたら塩めっちゃうまいですけど、はい、醤油食べちゃうと味が強すぎてこっちが。いや、ただ醤油3日連続で食べた後1日塩行きたいっていう可能性はあるんだ。確かに。あっさり食えます。でも確かにここ雰囲気なんか本当にスナックみたいな雰囲気出てるんです最初。あ、確かに。何年にバレるわ。そうそう、だから蕎麦屋っていう雰囲気思わないです最初。確かに確かに。夜やればって、確かに確かに。夜やってそう。夜はやってないんですよ。やってない。意外にね、雰囲気だけでめっちゃ夜なんですけどね。まあ夜感はえぐいよね。でもめちゃめちゃなんか相談とか乗ってくれそうだもん。なんかうち11時から3時までだからね。昼の3時まで。めっちゃ短いですね。それじゃあ3時以降は別のスナックですか？じゃあ私遊びたいのただ。確かになんかパチンコとか行ってそうですもんね。あれいいわ。じゃあ奇跡ですね。じゃあこう11時から3時に来たのも。そう。いやでも確かに東京でもあるあるなんですけど、美味しい店に限ってすぐ閉まっちゃうんですよ。確かにね。昼の11時から昼の3時までしか開いてないんで、マジうまかった。まあぜひ来てください。トランジスタちゃんも来たよ。ありがとうございます。ちゃんづけ、ありがとうございます。本当にトランジスタが一番の推しになるっていう。いや、まさかの。そう、まさかのね。はい、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いします。でもあんまりなんかないっすよね。いや俺ないっす、こんなハマる。僕も一緒にいるんですけど、こんな感じで相馬さんのことハマる人ってめちゃくちゃ珍しいっす。僕たまにいるんです。ほんと1万人に1人ぐらい。いると思う。でも本当ですか？やっぱ顔がいいですか？すごいっす。相馬時代来ました。相馬時代。俺が一番動揺してるもん。こんな扱いされたことないからね。この時どういう顔すればいいんだろうと思って。目力がなんともね。いや多分かなり変態ですよ多分。こんにちは。こんにちは。YouTuber の知ってる？いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。どうぞ。お、嘘。本当に。
写真撮ったの？いや、なんかすげえ邪魔になった。あ、いい、全然撮れますよ。あ、いいっすか？本当にいいっすか？すいません、あの、はい、作業中に申し訳ないです。あ、全然作業中、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、頑張ってください。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。すいません、ありがとうございます。頑張ってください。ありがとうございます。ありがとうございます。隣のお寿司屋さんの花板さんたち。あ、そうなんですね。ちょっとこれはお寿司屋さんもちゃんと言っとかないとダメですね。開いてる寿司屋。今正面全部暗くしちゃってるんですよ。ねえ、ごちそうさまでした。ありがとうございました。本当美味しかったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいな。うますぎたわこれ。めちゃくちゃうまかった。マジでやばかったですね、はあ、ビビりました。本当にありがとうございました。ありがとうございました。マジ本当に隠れ名店見つけた。確かに、確かにね。いやすごいっすよ本当に。あれ奇跡っすね。奇跡だと思うよ。やっぱなんかこうファンの人が僕たちのこと知らない人をつないでくれて連鎖していくっていうね。いやありがたいわ本当。はい、ちょっとねどっか行こうかなと思ったんですけど、トイレ休憩してる時に全員が同じこと思ったんですよ。ちょっと寒すぎてこれ死ぬぞっていう。今夕方ぐらいなんですけど、異常な寒さでさすがに健康上良くないと。これ夜だったらおそらくめっちゃ極寒になるんですよ。で車があるから今ギリ OK なんですけど、19時になって帰したら僕たちもう外に掘り出されるわけですよ。そうなった時にさすがにこれダウンかなんかないと翌日以降支障出るなってことで、ここで体調崩しても何の意味もないんで、これに関してはもう支給品という形でダウンは買いに行こうと思います。ちょうど車終わったんで、ね、まあさすがにダウンをなんか奢ってもらうっていうのよく分かんないけど、3人分、まあ確かに、まあ、本気出していける気はするんですけど、ちょっとそれはなんかね、だってなんかまあ意味わかんないもんね。意味わかんないってくださいっていうね。何の宣伝にもならないし、確かに確かに、服屋さんの近くにいる視聴者さんに買ってもらうことになると思うんで、さすがにちょっとそれどうかなって話し合って、もうこれ支給品という形で体調管理のものなんで、風邪薬とかと一緒なんで、今から買いに行きます。なんかこのまんまエンディング行っても全然成立するぐらい。いやマジマジそうっすよ。正直ぶっちゃけた話、僕ら1時間は寝てましたし。全員ね。まあでもその時に仕事サボってたのは前さんですよ。あれ前さん何してた？だって前さんはだってその時取ればよかったのに、その瞬間を取らずにまさにこいつバカみたいに出てました。全員でバカみたいにカバみたいな感じで出てました。なんか俺まだこっから何か起こる気がしてんすよね。これ以上の展開ってあります？いやそう思ったけど、それが続いたじゃないですか。まあ確かにね。もし戻ってきたら院長めちゃめちゃ分かりすぎずらしてたら。そういう展開もありえますよね。院長が家来るかっていう。あ、院長飯。院長飯はいいや、はい、豪邸に連れてもらって、はいはいはい、めちゃくちゃ若いもん18歳の奥さんどうしますか。ドスケベ院長パターン。可能性ゼロじゃないですよ、うん、それがあれね、院長ね、うん、もし夜の街行くぞっつって、ああ院長がね、院長が行くっていう可能性はありますよね。ああ確かにね、夜の院長ね、夜の院長出ちゃう。寝ちゃうんだ親知らずね。夜の親知らず寝ちゃう可能性あるもんね、うんうん。では、時間もね18時半と、はい、ユニクロ行ってダウン買わせてもらって、桜井しか戻ってきました、はい、ちょっと感謝伝えに行きましょうか。そうですね、あガソリンだけねちょっとね入れさせてもらいました。院長には感謝しかないですね本当に。あどうもすいません。ありがとうございました。ありがとうございました。めちゃくちゃ助かりました。大丈夫です、はい、なんなら乗り心地良すぎて寝ましたもん。はい、おーすごいすごいすごい、サインだけ。すごい。すごい。記念すべき写真。めっちゃいいっす。早いな。嫁と娘。ありがとうございます。一応家族。一応家族も。一応家族やってる。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございました。いやマジ助かりましたね。ありがとうございました。本当に。はい。院長ここで相談なんですけど、はい、ここで足ないんですよ。相変わらず。はい、でちょっと市内みたいな秋田駅ぐらいまで戻ってるんですよ。はいはい。何とかなります。行っちゃいます。行けます。エンジョは仕事終わったんですか。今終わった。あーよかった。あーちょうどっすか。ちょうどうちの嫁に送らせます。あー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 まあそうですね、まあ強いて言うなら、まあこのそうですね、寒空のした空腹状態の僕たちを捨てていくのかなっていう、まあ確かに。きりたんぽ食べてないですもん。まあ食べてないですね。せっかくね、こう皆さんだったんで、はい、こうみんなにこうなんか混みたいというか。時間があります。時間が、でも本当に忙しかったりとかもう、はい、ご家族さんも来てるんで、はい、やっぱそういう忙しいっていうのもあると思うんです、はい。そこはもう印象次第です。どうしますよ。じゃあ光の目見た方がいい。喉もなんかちょっと枯れてきたのなんか分かんない。確かに喉調子悪いもんな。急に入れた方がいいんちゃう。いやそうなんですよ、入れないと喉が。うわ入れ、あでも俺らお金ないと入れてあげたいのに。お店だけ抑えれるか、はい、ちょっと確認してみて。お願いします。すいません院長、すいませんなんか催促したみたいな。お店だけ抑えれるか。この車でじゃあ待っときます。はい待っときます。リリース待って。ちょっと待ってください。ありがとうございます。ハハハハ。
ゆうちゃん奥さんめちゃくちゃ美人やな。確かに完全に秋田美人を捕まえてますよ。やることやってますよ。まあでもこれだけってことはやっぱモテるんでしょうね。いやそれはそうっすよね。慕われる。せっかくなんでやっぱ院長さんとはねこれを仲良くなりたいんで。よろしくお願いします。わあいいじゃん。院長ベビーね。院長ベビー、院長ベビー、おーピース。あーいいね。かわいい。何歳？5歳。5歳。バッチリです。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。こんな幸せな家族あるんかってぐらいね。いやすごいな本当に。いやなんか絵に描いたようななんか幸せな家系ですよね。で職場も幸せそうだしさ。いやそうっすよね。いろんな意味で成功者っていうかさ。うん、すごいっすよねマジで。人徳もあって、うん、ハゲてて。そうだね。じゃ車貸してくれて、それはご飯も予約してくれてるわけだね。すごいな。いやでもマジで本当ここまでねしてくれると思わなくて。いやすごい、すごい。なんでなんだろうね。愛でしょ。愛か。このまあ縁を大切にみたいな。ああ。例えばそのスタッフさんたち喜んでるの見て、そうか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 。そういうのもあるのか。そういうなんかそのあれあるんじゃないですか。確かに院長が今俺らのことを助けてくれてるもんね完全に。いやそうですよ、うん、院長いなかったら俺ら本当に終わってましたよ。終わってたよね。多分コンビニから出てないんちゃうなんか、うん、寒すぎてね。マジでね何もすることなかった。やばかったなほんまに。あの茶番にも付き合ってくれて本当に。いやでも本当に長い。11院長でしたっけ。ん院長11でしたっけ。院長が院長が11だっけ。奥さんパートだっけ。あ、そう。奥さんパートだっけ。奥さんパートだったよね、確かね。いや、何起きるか分かんないね、ほんと。いやいや、すごいっすよ。無一文これで3回目か4回目なんですけど、うん、全部なんかすごいことになりますね。確かにね。正直ボスから始まり、会長から始まり、院長、はい、その後俺一人で山奥行った時も、にぎしこ社長って。あー、確かに群馬の大成功者と出会って、何かと絶対合うんだね、ヒカルは。いや、そうなんですよね。今日もう秋田住んでる人はぜひね、この広面桜井市が行ってほしいですね。いや、ほんとにね、もうハンドになんかあったらここ行ってほしいですね。ラーメンだったら品そばだし、まあいいとこに出会いましたね。パンケーキだったら6個、うん、6個で、髪切るんだったらノーティー、うん、ノーティーね。で、そうめん食べたいんだったらケントンチ、ケントンチ。何でも揃ってますよ、秋田。すごいな、ほんとに。よし、じゃあ院長待ちますか。はい、じゃあ行きます。はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました、ほんとに。お店ね、めっちゃ探してもらったんですけど、もう今金曜日の夜なんで全部埋まっててどこも行けないっていう、はい、なのでちょっとなんか人が多いところ降ろしてもらって自力でなんとか見つけ出したいなと思います。ありがたいよね、あんなに探してもらって。謎に院長が謝ってたからな、うん、漫才一遇のチャンス言ってましたね。潜在一遇を超えて、潜在一遇を超えて、この漫才の一遇チャンスを生かせなかったことって言ってましたね。ありがたいですね。良すぎましたね、人が ね。奥さん、院長とどこで出会ったんですか。院長とは前の職場が同じでした。あ、院長の優しさってすごいですね。優しいですね。そうっすよね。しかもなんかすごい愛されてますよね。スタッフ全員がなんか楽しそうにね、働いてたんで、うん、あんなのあんま見たことないよね、うん、あんなアットホームな職場なかなか見つからないですよね、うん、確かに。パパ好き、どこが好きか。おもちゃ買ってくれるの。財力ね。財力か。それは財力かっこいいからね。一番大事やな、ね、男は財力ないとね。めっちゃ買ってくれそうやもんね、確かに。確かにね。でもその一番最初それが出るあたりがリアルっすね。だから多分パパ困ったら多分おもちゃ買ってごまかしちゃう。おそらく。確かに、ね、じゃないとこの言葉出ないもん。いつも遊んでくれるところとかじゃなくて、おもちゃで黙らせてんだな。でも忙しいからね、絶対院長。この辺が川端です。あ、ありがとうございます。この辺大丈夫です。ありがとうございます、はい、本当にありがとうございます。助かりました。バイバイ。何からバイ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 。またちょっと院長に言ってください。あ、わかりました。ありがとうございました。いやー、あったけーな。バイ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 。まあ、ここからはまあ秋田県夜編に入りますよ。これまでのほっこりしたのとは多分違いますから、覚悟しといてくださいね、皆さん。どこ行く？なるほどな。こんな声を聞いて。楽しんでこいよ。秋田料理とかあるんですよ。秋田の地酒。あれ、うわー、確かに郷土料理や。あれやばいな。きりたんぽ鍋もある。ここめちゃくちゃいいぞ。でもやっぱ人がいないな。確かに。外誰もない。まあ、直接直営もってかけれるんだよ。あ、直営や、出た。あ、そうか、直営業があるのか。直営業。
やっぱやばい。ただやっぱ今混んでるっていう説。そうですね。店の一回行ってみて混んでるか確認しに行く客を揃えます。ああ確かに確かに。OK、それ行きましょうか、うん。今って混んでますかみたいな。はい、はい。今大丈夫ですか。で全然脈なしそうだったら10人でって言って断られましょう。ああなるほどね。天才だな。ハタハタショックだね。うまそう。これ秋田焼き味噌。絶対うまいこれ。これ食いたい。めっちゃ低い背が。見て。え？これ。すごい。ここすごいぞ絶対。行ってきます。いっぱいですか。ありがとうございます。あ、いっぱいない。いっぱいやっぱ人気なんだな。ちょっと気づいてもらえたんですけどいっぱいでした。ああ、まあ仕方ないですよねそれは。これ無理っすね。多分どこもいっぱいです。この辺の重鎮と出会わなダメなんです。ああ、なるほど。ちょっとコネクション持ってますもん。はい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 。そういう人と出会ったらワンチャン。人が結構少ないですね本当に。今日やってないですよ。あ、え？今日やってないですよ。あ、やってないですね。やってないですか。少ないです。あ、そうなんですね。やってるお店ってあんまないですか。予約で。あ、いっぱいなんですね。やってると聞いてみましょうか。先輩やってるところなんですけど。串揚げのお店なんで。うわぁ。行かせれます。ちょっと一回聞いてもらっていいですか。入れますよ、呼び。はいはい、まあ、そうそう1時間後って言ったら、ああ、1時間ちょうど VIP の部屋なんで、あ、ちょっと絶妙して1時間で、1時間で割と見つからなかったら、そうですね、絶妙なんですよ、見つからなかった場合、確かに、まあ、助かるめちゃくちゃありがたいですね、まあ、1回じゃちょっと探ってみて、そうですよね、はい、すみません、ありがとうございました、ありがとうございました、写真撮ります、撮りたいです、撮りましょうです、ありがとうございます、はい。ありがとうございました。ちょうど情報を見てて、あ、そうですね。行きたいなと。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。よし、こっち行こう。もう諦めたら終わりっすか。おお、おお。降りろ。降りろ、降りろ。いや、降りた。絶対違う。じゃあ偽物、え、でもカメラ持ってる、本物本物、え、やばい、すごいすごい、マジっすか、写真撮りたい、写真撮りたい、今見せた、見せた、あー、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございました、ありがとうございます、あ、こっちもあるんや、どうも、まだですよ、9時からなんですよ、なるほど、パンケーキ屋さんいるって、あー、情報が回っとる、すごいですよ、秋田県民、すごいな、痕跡が残ってんだ、痕跡をたどるたび、ここがメイン通りです、あー、ごめん、頑張ってください、ありがとうございます、うわうわー、うまそうやな、炭火焼き、これいけるかな、ちょっと直入していきます、ちょっとこれ、行ってきます、偵察、お願いします、予約いっぱいっす、うわー、やっぱり匂いやばいっす、やばいっすこれ、これやばいっす、はい、いいですか、ありがとうございます。この仕事。いや、どんどんうまい。あ、どんどんうまい。どんどんうまいです。どんどん予約してるとこ。まだしてないです。あれ今、一人でご飯食べるとこ探してて。空いてます。まあ、一応空いてます。そうなん、空いてるんですね。はい、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。いい森です。まだ決まってないです。もう探してるとこ。何？いや、何でもいいですよ、僕らなんか。あ、何でもいいんですか、はい、どこでも食えたら OK ぐらい。予約いっぱいすぎて、もう本当に取れないってことです。本当ですか、はい、お忙しいですか、はい、取れますね、はじめまして、あ、本物だ、すごい、おたまです、はじめまして、マルムです、すごい、実は真似したリスペクトしてる感じ、いや、スプレッタです、どういうこと、激盛りにした、あ、どうしよう、ノーマルだけ、ノーマルしかない、え、これ激ヤバじゃないですか、ありがとうございます、すみません、いいですか、ずっと探してます、ありがとうござい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 ます、え？え？え？お店ですか？はい。米今から炊くことになるんですけど食べました。おお。なるほど。早炊きで。早炊きで。はい。何の店ですか？あ、釣り具屋さんなんですけど。釣り具屋さん。釣り具屋さんで飲めるっていう。釣り具屋さん。新しい。あ、釣り具屋さん。僕らもういつもの。大丈夫ですか？あ、いいですよ。行きました。行きましょう。行きましょう。行きましょう。釣り具屋さんでご飯。すごい。面白い。店をじゃあさっき開けてくれると。ありがとうございます。すいません。従業員さんもいるんですか誰か。いないです。私一人で。はい。ありがとうございます。ちょっとお休みだったんです。あ、なるほど。一休日開けてくれるってことですか。いいです。すげえ。そんなことある。だって一人で居酒屋を引こうとしたらめっちゃ寂しい人です。ダメです。飲みましょう一緒に。やった。
本当に一人だけだった。すごいじゃん。めっちゃ気になるね。今月を、すごいタイミング。釣りがもともと好きだったんですか。いや、作業なんですけど。作業、作業をしまして。ちょっとお父さんをついた。お母さん、お母さんをついた、釣り具、珍しい、釣り具バーって初めて聞いた。確かに世界でもう1店舗だけなんじゃない、釣り具バーって。あんま聞かない。だって、だ釣り針見ながらお酒飲むってことですか。あ、そうです。すごいな、そんな人おるんや。はい、先生、続けられるってことはすごいな。それなんか魅力あるんですよ。まあ確かに、何かしらの、はい、あ、手作りですね。へぇ、あ、でも自家製の釣り具なんですね。一応そうですね。へぇ、なんで違うの。おじいちゃんが都内のお店です。あ、おじいちゃんからスタートしたの。すごい長いな。初めからバーやったの、釣り具バー。全然関係ないです。私がくっつけちゃいました。あ、くっつけただけだよ。最初はただの釣り具やった。そうです、そうです。そこから発生してバーをくっつけたの。新しい革命じゃん。おじいちゃんの代から釣り具ショップすごいっすね。すごいよ。確かに、しかも手作りですもんね、代々。そうですね、すごいな。親子3代すごいっすね。確かに、おじいちゃんもまさかバーになるとは。そうですよ。すみません。お中に、屋台村の中に、めっちゃいいっすね、フェイクは。なんかいい、いい、いいよ、いいよ。お邪魔します。お邪魔します。お前な、あ、中へ釣り出て。いや、おかしい。いや、おかしい。いや、なんでここに釣り出てるの。おかしいやん、だって。確かに。マジ隠れ家みたいじゃないですか。すごっ。やば。すごっ。こっから入るんじゃん。違う。こっから入るんですよ。ほら、こっちから入るんですよね。やば。ほらほらほら。うわー。すげえ、すげえ。すげえ。おっしゃ、お邪魔します。お邪魔します。すごっ。あ、なんかめっちゃ広い。すげえ、釣り具がある。すげえ。さっきまで作ってたんです。もう釣り具も作られるんですか。はい、釣り具。こんなコンセプトのバーあるやん。確かに斬新だな。しかもなんかすごいサインとかもあるじゃないですか。秋田のアナウンサーさんとか。いや、ツー好みなんでしょうね。まあね、だって1ヶ月ですよね、初めて。そうです。だからもうみんな気になるじゃないですか、なんだこの店って。それおもろいわ。それはちょっといいとこ来ましたね。確かにね。若岡美ね。若岡美革命児。ではちょっと中井釣り具店さんでね、お水いただいたんで乾杯。乾杯。よし。いやー、楽しみやな、ここで何出てくるのか。確かに。あ、なんかファンから今日発売のパックもらいました。1パックだけ。本当に。ルルーシュのパックもらってますか。すごい。1パックだけ。これ発売らしい。今日発売ですか。います。はい。お CC。なかなかキル当たんないの。光ってますよ、後ろ後ろ。うわ、熱いなー。ラスト。おお、CC。スーパーリア。SR の CC すごそうだけどな、うん、ユニオンアリーナっていう SR 出るよ、うん、それ出たの SR どれぐらいのリアリティか分からない。確かにスーパーレア12種類一番上のレアって感じます。すごい。このここでは分かんないですよね。コードギアスってあったんやなって感じ。確かに、今出るってすごくないですか、タイミング的にね。しかもこれパッケージのやつですよ。うわ、ほんまや。良さそうだけど、めっちゃ。ほんまや。完全一緒や。良さそう、これ。ワンチャンありそうな感じ。確かに。いや、でもやっぱあったかいっていうのが何よりですよね。正直言っちゃうと。こういう空気感いいっすね。うん。田舎の感じというか。ちょっとお酒飲みたくなるな、確かに。まあ、軽くでいいじゃないですか。うん、ね。はい。でもこれ多分、釣りについて本気で語り合えるっていう場所ってなかなかないじゃないですか。確かに。だから一部の人からめちゃくちゃいい場所なんだね。確かに。話しながらもお酒進んじゃうっていうね。うんうん、でもこっちではその釣り具とか見てるとか、次これ行こうみたいな。そうそうそう。予定立てたりとかして作ってるわけだもんね、はい、自分で。すごいですよね。そうかな。確かにこれ一部にはめちゃくちゃ需要のあるコンセプトですよね。そうだよね。刺さりそう。刺さりそうだね、ほんまに。釣り好きって酒好きのイメージが確かあるわ。ああ、確かにね。で、ワンちゃんなんか釣ってる魚持ってきてここでさばいてもらったりする。ああ、絶対あると思う。俺も刺身みたいにしてね。うん、それも、ね、それはいいね。なかなかいいですよね。わあ、おもろ。今多分俺ら結構みんな限界を超しますよね。確かにめっちゃ腹減ってるって感じ。めっちゃ長すぎた。下着きますもん。やっぱ歩きすぎとる今日、うん、トータル余裕で10キロ超えとるで、歩いとる距離。もっといっとると思うな。めちゃくちゃ歩いとるからな。院長来るまで俺ら足しか移動手段なかったわけだから。じゃあ1品目おでん。いただきます。いただきます。いきます。ありがたいね。作ります。あったかいも食えるや。いただきます。おや、うん、うまっ。いただきます。うまい。あった
高いのですね。いいね。ちょっと喉がやばいんで無一物ですよ。これちょっと飲みます。結構ガチでやばい、やばい、急にやばい。喉ヌルスプレーでやったけど、まあ、なんかギアルやばいですよね。やばいと思う。急に、あー、ありがとうございます。わー、美味しそう。うわありがとうございます。すみません、もしよかったらハイボールもらってもいいですか。はい。いただきます。ちょっと食おう。うわ、きんぴらね。うまっ。なんかうまっ。幸せだね、こんな暖かいところでこんな美味しいもの食べて。もう無一文と思えへんから。すいません。あ、いただきます。大丈夫ですか。はい、大丈夫です。いただきます。はい。美味しいですか。早いな。うん、とこれがうわこれはやばい。ハタハタの佃煮です。絶対うまい。こっちがワカサギです。うわやばいやばい、これやばい。絶対うまい。いただきます。やばいですやばい。ワカサギ、ワカサギいただきます。アーモンドフィッシュみたいな。へえ、うまっ。マジで好き。うまっ。これうまっ。俺正月の時タツクリやん。正月の中で一番好きです。俺もめっちゃうまい。本音とか直接いける。これ行こうが一回いけそうですけどね。いけるかな。いい音。うまっ。いけるいける。うまっ。この魚めっちゃうまいぞこれ。これは最高やな。こんなに出てこもんね。うん、ビール飲もうか。酒にめっちゃ合うやんこれ。いや、マジそうだね。だからきんぴらも美味しい。きんぴらやばいっすね。一瞬で終わりましたもん。うまいところのきんぴらっすね。この魚マジでラーメンレベルで食べました。高い。美味しい。うまい。イカです。うわぁ、これはやばい。めっちゃうまい。めっちゃうまいっすね。あ、ありがとうございます。秋田でもハタハタの佃煮は珍しい方で、うまっ。おにぎりができます。おにぎりや。米を炊けました。ありがとうございます。具材が梅とギバサの佃煮とサバとあとすじこがあります。佃煮で、すじこで、梅で、佃煮で、佃煮で。これ舞台です。絶対、絶対、これ舞台です。いかの絶対うまい。これやばい。絶対うまい。うん、いかの舞台です。うまいね。うまない。うまそう。めっちゃいいわ。ずっとここ降りたいの。何にせあったかい、うん、あとなんか初めてのねホーム感えぐないやつ。落ち着くっすね。うん、うまい。なんか同級生に見えてきた。うまっ。これもだから開いてる店じゃなくて閉まっとる店開けてもらった方が奇跡っすよね。もうすごいと思う本当に。やっぱ人の積み重ねじゃないですか今までのね。ありがたいっすね。うん、ね、寝床だけっすね。そうだな、寝床。なんかもうこっから寝るみたいな空気だけど、こっからまだ仕事でしょ。いや、光の音でちょっと心配だけどね。まあ確かに、あ、それはそうっす。一回もこんなんなったことない、見たことないっすけど。でも喋らずに営業しますよ。新しいね。目で目で営業。明日の電子代ですね。どうぞ。明日の電子ちょっとやばかったら。あ、もう入ってなかったね。無理せない方がいいっすよ。うん、俺もそのすぐ治るかと思ったら全然無理じゃん。悪化してるから足の有無に関わらず無理しない。足は絶対撮影しない方がいいっすよ。むしろ今休んだ方がいい気がします、うんうん、無理すぎたらなんかもう結構長引く気はしますよね。多分ちょっと喉風邪に近いと思います、ね、俺のストック喉使っていいですか。ストック喉。俺が喋ってる間はメイジ喋れないんですけど、うん、俺が喋れなかったらメイジめっちゃ喋れるんですよ。あ、ストック喉。いざという時のためにいつも喋ってない。ワクワクしたんだろうね。今から掛け合い始まるその感じはメイジの。あ、もうじゃあ光るバレにって感じだね。そうだね。でもうまいな本当に。いや、やっぱ美味しいっすよね。やっぱこれ実家みたいな安心感。酒飲む？酒飲まないの？もう飲まないって。俺らきついやそれ。実家みたいな。ヒカルがそんなやってる見たことないけど。うわー、来た。ギバサとスジコと梅です。この感じいいですね、このおにぎり。最高です、最高です。一緒に行きます。行きましょうか。これは熱々っすよ。うわ、いかがでしょうか。そう。いただきます。いただきます。うまっ、これやばい。うわ、生き返る。この感じのおにぎり最高でしょ。塩めっちゃ効いてる。うまこれ。めっちゃうまいっす。筋子はめっちゃ味あって、もう酒と一緒にいきます、おにぎりと。合うんや、おにぎりと酒って。合います。これうまっ、つくだ煮めっちゃ好きやわこれ。めっちゃ美味しいっす。よかったです。うますぎて大絶賛。よかった。全部が完璧。このあったかいのがやっぱ染みます。よかったです。イカ推しです。あ、もうこれも釣り人が釣ってきた。あ、釣り人が、はい、そうです、そうです。この辺の全部そうなんですか、魚も。そうですね、はい。すごい。
こだわりがありますね。全部美味しい。ね、本当に今日の食事隠れ家が欲しい。ここで釣りを買う人もいるってことですか、ね。はい、いらっしゃいます。そもそもそんなにうちの作ってる毛張りっていうものを皆さんまだ知らないんですよ。もともと漁師さんに使っていただいてるものなので。何が釣れるんですかこの毛張りで。メインはメバルです。はい、メバルってどういう系ですか。根魚ですね。はい。マダイもいけるんですか。あ、マダイも釣れます。マダイでも沖に行かないと釣れないですよ、ね。そうですね。あ、でも陸からも釣ってらっしゃる方は周りにいます。すげえ。メバルもここで食べれるんですか。食べれます。時期が来れば。だからやっぱクロート好みの釣り針ってことですよね。そうですね。知る人ぞ知るっていう、はい、でここからメジャーにしていくっていう。はい、来ていただきたいですね。私もなんか初心者で釣りを始めて一番最初に使って毛針で最初の魚さんを釣ることができたんで、初心者でも餌触んなくていいし、確かに確かに最高です。本当にありがとうございます。山田のぞみさん、はい、あのやっぱのぞみいるって呼ばれてるんですか。のぞみいる、地元ではそうですね。そういうことのぞみいるですね。なんでのぞみいるなんですか。どこからのぞみいるって言ったの。佐々木のぞみさんが食べてたの。確かに、飽きたんで。あ、そういうことか。お客さんからはけばりちゃんと。けばりちゃん、けばりちゃん、はい、いいですね、いいですね。にもこれ寝たいですね。終わりの雰囲気みたいな。でもまあさすがに俺稼ぎますよ。全員のホテル代稼いで、まあ、前さんは抜きにして3人のホテル代稼いで終わりです。宿探しも大変そう。確かに週末なんでやっぱ。そう、一番最悪テントの家とか、あそこで寝たくないこれ。テントの家ね。てか、だから寝たくないっつってるけど、まずテントの家だから。テントが許可空いてない。あいつ今日めちゃくちゃ言われてるから。お酒進んじゃいますね。飲みますか。ちょっと飲むみたいな。じゃあ行くじゃん。ビール行く。ビール行くんや。じゃあ生とハイボールいいですか。ビール、ビールだけ。それがついなけどいいですか。はい、はい、小窓から秋田ビジョンで。ほんとだ、情報が回ってるっすね。そうそう、この情報が。ああ、おいでおいでってしてる。秋田ビジョン行こうか。行きます。はい、行ってから秋田ビジョンだけね。どうぞ、一名様だけどうぞ。どうぞ。あ、すごい手が震えて。どうぞ。あ、白いな。通称してもらってもいいですか。あ、OK。 手の震えが止まらない。いや、入れます。この方がいいですか。このまま。そういうもんじゃないですか。そういうもんじゃないよ。あ、梅も2つで追加で。梅と梅子2つで。うわ、どうしよう。筋子も。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。ありがとうございます。ありがとうございます。うわー。入ってるかな、やってる。やってないです。隣の隣でお店やってます。あー、そうなんや。なるほどね。秋田の子ってめっちゃ話白いな。確かにね。あ、いいですよ、まさかの。動画で行きます。すごい怖い顔してます。お二人何、どんな感じですか。今同伴で。あ、同伴、まあ、お客さんなんですか。え、同伴でここに来たらめっちゃ若者がいる。ですよね。一時間の無駄。時間の無駄しました。僕の方からも言ってくるんです。ありがとうございました。ありがとうございました。またどうぞ。バイクリー自由やな。自由やな。自由同伴でここそうですね。大喜びしてくれてくれて名人なの。テキーラみたいな。やばい、入れ盛りかついな。ビールすごいな、飲めるって。おー、行くな。なんかビール美味しくなってるんすよ。あー、だってエムスト変わったんや。やっぱ疲れてる時っていうのもありますね。いや、多分そうっすよね。いや、そうだと思う。どれも龍角散っていうアルコールがあります。うわー、喉に一番やるこれね。確かに確かにね。乾杯しましょう。乾杯しましょう。大事ですからね、これ本当に。今日もそういうことです。ちょっとガチでやばい。そうなんでね。ガチでやばくなって。治らないです。俺最初なんか1時間寝たからそれちょっとなんか突っかかえてんのかなと思ったら治らないですよ。なんか喉に詰まってるって言ってたもんね。なんかね。でもなんか喉を痛める時の感じではないんですよ。ああ、また違うね。絶対違う人多いですね。こういうのって僕もたまに冬になるんですけど。あ、本当に。他何ですか。すじこと梅。ちょっと前さ、すじこ食べてみてください。僕のおすすめなんで。いくら好きっすか。まあ、好きっすね。絶対うまいっす。いくらなんですか、すじこって。ほぼいくら。あ、うまっ。めっちゃうまいっすよね。めっちゃうまいよ。これえぐいっすよね。僕すじこ推しですもん。めっちゃうまいっす、これマジで。僕いくらよりすじこの方が好きなんですよ。うん、そうなんとかっすもん、これ、本当に。え、でもめっちゃうまい。塩辛い感じ、最高。最高で、ご飯と合うでしょ。うん、やっぱね、中井釣り具店さんだからできることなのかもしれない、これは。まあ、これでもすごいっすよね。だって釣りもしてなかったってことですもんね、始める時とか。そうですね。何がきっかけでこう釣ろうと思ったんですか。
コロナが始まって、はい、夜の方のお店の仕事が減ったので、はい、実家に帰る機会が増えてきて、うん、でそういえば実家の釣り具屋さんどうするんだろうってなって、うん、母にどうするのっていう話をした時にちょっとずつ注文も減ってきてるし、じゃあ今いただいてるところだけで一旦閉めようかっていう話してたんですよ、でおじいちゃんの頃をあまり私は記憶がないので、はい、閉店セールしながら片付けとかしていった時に、おじいちゃんの生き様が書かれた本みたいなのを、おじいちゃん伝記みたいな、伝記みたいなのかを見つけて、こうやって釣り具屋さんをこうやってきたんだよっていうのを見て、おじいちゃんかっこいいってなって、それで終わらせたくないっていう、そうですね、かっこいい、すごいっすね、1ヶ月前にオープンしたそういうことですよね、はい、続いてるってことですね、すごいね、物語は、いや第3章ですね、じゃあそうです、中井釣り具で第3章、だからそのおじいちゃんの電気のとこに僕らの名前が出てくるかもしれないです、オープン後1ヶ月で YouTuber と出会う、で次ね、孫がね、まあ、見るんですよ、これあね、おばあちゃんこんな頑張ってたんだって、そうこんな網目の服着てたんだって言ってるかもしれない、頑張るよ、いやうまかったですね、ごちそうさまでした、ありがとうございました。いや本当にお世話になりましたマジで。いいえ。中野釣り具店。中井。はい。中井です。中井です。はい。で望みいるケバリちゃんとお届けください。じゃあちょっと次行きますか。行きましょう。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。お気をつけて。はい。ありがとうございました。本当で。いいえ。はい、約束のね時間10時過ぎて働く場所をやってみました、ここですね、リベルかな、はい、バートナーってことですね、はい、はい、新人ということで、じゃあ交渉の方僕やらせていただいたんで、あ、まあ、じゃあマネージャーとします、はい、ちょっと今喉の調子良くないんで、はい、はい、僕まだいざだったら言いますよ、はい、よろしくお願いします、 OK、 そうです、じゃあちょ行きますね、強気で、はい、お願いします、おはようございます、強気でよろしくお願いします、よろしくお願いします、よろしくお願いします、新人で入ります、よろしくお願いします、相馬と申します、よろしくお願いします、よろしくお願いします、ここで働いても大丈夫、はい、採用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 、一番偉い人はオーナー、まあちょっとその何なんだろうな、僕らやっぱ今日入らせていただくにあたって、まあなんつうんですか、取り分みたいなことなんですかね、っていうのがそのどういう感じかっていうのだっけ、まあ大体でいいですけど、そうですね、まああんま言いにくかったらあれでいいんですけど、まあじゃあちょっとあのうちの社長がちょっと今あんま今どの調子悪いんで、社長のちょっと今晩餐だけ教えるんで、ちょっと働いてます、97です、普段は98とかなんですね、98とかなんですけど、やっぱバーの知り合いってことで 97% こんなことない、 97% お前、お店はどこでしたっけ、あ、ここリブルっていう、リブルさん、リブルさんですね、秋田県とか取りたくないですか、取りたいですね、そうですね、取りたいですね、100のうちの97%、あ、そうですね、なりますね、はい、本来だもん、本来は 30% で、あともう自分に7割ぐらい、はい、あと仕入れ値引いてとかその感じなんで、うん、まあそうですよね、はい、3割が97%って、どえらいだ、どえらいですね、分かった、じゃあもう5割、分かりました、およし、わかりました、まあでもやっぱそのメジャーでもやっぱそのあとでポスティングみたいなことなんで、それはもう結果出したらっていうことで、はいはいはい、ちょっと当日払いで、はい、わかりました、じゃあとりあえず集客はもう SNS で1時間か2時間働きますって言ってやってもらいます、そうそうですね、もう誰か来るでしょ、はい、さっきインスタでストーリーあげたらなんか5分ぐらいで結構なんか来そうな雰囲気出てたんで、もう消しときました、まあ、5分間の告知でやろうかなっていう感じですね、名人既婚者なんで俺と相馬さんでここは頑張ります、ちょっとまあ本気出そうかな、俺も喉の調子悪いから、ちょっと通訳みたいにできたら、はい、とりあえずお客さんが来てくれればね、確かにもうそれだけやわ、いらっしゃいませ、いらっしゃいませ、おー来た、おーこっちこっちこっち、いらっしゃい、 OKOK、 あ、どうぞ、オッケー、じゃあ秋田美人入ります。よしよしよし。あ、後ろちょうど緑や。じゃあシステムが90分3000円、はい、延長が2000円と、なるほど、はい、で、どうする、どうしよう、どうしようかな、何を飲んでか、一旦おしぼりもらってく、一旦おしぼりもらって、一旦おしぼり、はい、一旦おしぼり、はい、本当にすごい、あー、一旦おしぼり、これ人生で初めてやったの、持って帰っちゃう、あ、もう、ね、今日は持って帰っていいです、あ、じゃあホテル予約しといて、え、オッケー、
宿泊でいらない。いらない。二人で何しとったの？会社員。何しに来たここに？あ、飲みに行きます。あ、飲みに来たい。で、本当にそう飲みに来てて、インスタ見て。ね。一発目のお客さんやな。すごいな、早かったもん。なんか行かなきゃと思って。締めくくり行かなきゃ。なるほど。行かなきゃやばい。どっちも飽きたの？飽きたね。飽きた美人これが。すごいなやっぱ。よし。じゃあ何飲む？何が好きなの？好きなやつ飲んだり。ハイボールが好きなんですけど、今なんかちょっとハイボール飲んだら気まぐりそうなんで。あ、なるほどなるほど。ちょっとピーチウーロンとかで。ピーチウーロン。かわいい。OK。ピーチウーロンとレモンサワー。レモンサワー。はい。俺らも飲んでいい？え、飲んでください。飲んでください。じゃあファジネーブル俺。あー、あります。僕ハイボールで。ハイボールとファジネーブル。何歳なの2人とも。24と5歳です。あ、若いな。はい。夢みたいな。夢だよ。こういうとこ来るんよ。いや、来ないよ。来ない。普通に居酒屋とかで飲む。居酒屋とかバーとかで飲んで。すごいなんかもう緊張しましたね。緊張だよね。入るのがね。そりゃそうや。それでもやっぱいると思って来てくれた。そうです。すごい。もう、やばい。ちゃんと金持ってきた。持ってきました。いやいや、いるって聞いたよ。あ、オッケーオッケー。ちゃんとやつ立てよ。どこに泊まるか分かんないけど。オッケーオッケー。もう泊まる気でいるもん。どこに泊まってる。宿題ないから、無一文で旅しようかな、今。え、今、秋田にだけピンポイント行ったんですか？そう、秋田で無一文旅行やっとって、もう泊まるお金がないから、ここで稼ごうってなって、ここで今、バイト始まったみたいな。すごい。顔がちっちゃくて。かっこいい。やばい。じゃあ、酒飲んでこか。飲んでいくか。酒飲んでこか。まだ飲んでないんですか？俺は全く飲んでない。全く飲んでない。で、ちょっと飲んどる。たまちゃんのハイボールにも行ってます。もう一番楽しい時、一番飲んだ二人。なんか飲んできます。あ、ちょっとね。二軒、三軒目。あ、三軒、三軒目だ。結構来てる。あ、じゃあここから。お酒強い。いけるよね、でも結構。いけるじゃん。いけるよね。じゃあ今日とことん行こうかじゃ。はい、じゃあ秋田美人との出会いに乾杯。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 いただきます。いただきます。お酒の味がしない。うまい。味しないよね。寒かった。いや、全然今日は暖かい時はありました。あ、そうか、もうみんな慣れた方が寒いよ。これ今日暖かいんだ。暖かいの。暖かい方ですね。めっちゃ足出しとる。しかも上着着てない。上着着てない。結構やばい。でも中に分厚いヒートテック着てる。やばい、上着出したら可能性あるな。信じられないぐらい。やばいな。東京来ることとかあんまない。前はちょくちょくありますけど、仕事からちょっと今。あ、なるほど。あ、一緒の仕事？一緒の仕事。先輩だ。固めの仕事なんですよ。固めだ、固め。先輩はもう付き添いできたんや、後輩の。正直ちょっと来てくださいって。強引に連れてきた。なるほど、なるほど。でもイケメン好きなんで。なるほど、正直やな。すごいな、イケメン好きなんで。え、秋田ってさ、秋田美人多いって言うやん。イケメンは多いよ。いないです。いないです。いない。断言するかもしれない。芋しかいないよね。芋しかいない。美人だけ。いや、男上がりだ、最高の。そうだね。女の子じゃ最悪や。じゃ美女と野獣じゃなくて、芋と野獣。芋と野獣。美女と野獣。妹やじゃない、両方妹やじゃない、妹やじの違い。あ、そうそうそう、妹やじやったら大変なことになっちゃう。男と男、男と男、美女と妹ね、美女と妹ね。妹やじやばい。絶対いるけどね、イケメン。まあ、たまに、本当にすごい稀にです。美人はめっちゃ多い、やっぱ友達みんな美人です。あ、わかる。すごいな、秋田に移住する人多いんちゃう？そんなこと言われたら。しかも秋田ってイケメンが少ないから競争率も低いから。確かに、めちゃめちゃ低いです。でもワンチャンより芋が集まるってことも集まるね。確かに。ドミノ背比べじゃなくて芋の背比べみたいな。芋がね。俺まだマシの芋だから。可能性はあるけど。いろんな芋、じゃがいもとか、さつまいもとか、いろんな芋が集まって、たまになんか黒ぼち眼鏡みたいな大学芋みたいな。そう、そうですね。やっぱ東京はやっぱ人が多い分、イケメンとかも多い地方から、だから多いんですよ、競争率が。だから僕ら芋サイドとしては結構困るんですよ。全然芋じゃない。芋じゃない。俺の芋じゃない。芋じゃないです。俺芋じゃないって。これ何、これ何。イケメンですよ。もうすごいぞ。マジ秋田すぎます。秋田すごい。全然いい。市役所だけ教えてください。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ、どうぞ。いらっしゃいませ、ちょっと。私も釣られ
です。いらっしゃいませ、ちょっとね。彼氏は2人とも。私いないね。おる。います。おるな。おるのイケメン好きだよ。イケメン好きです。私彼氏はイモじゃない。彼氏イケメンです。イケメンゲットしました。イモ以外いるじゃん、絶対。稀にいる、稀にいるイケメンをゲットしました。そうなんだ。かき分けて、かき分けて、かき分けてイケメン探しました。さつまいも掘りして根っこの方まで、根っこ抜いてね。相当掘ったでしょ。相当掘りました。もう多分カゴじゃがいもでパンパンだ。ガチイケメン。本当にイケメン。みんなで似てるとか芸能人で似てる人いないけど、なんかジュノンボーイみたいな感じ。それでかっこいい人がいて、イケメンに誘われてここに来る。すごい。よほどのメイクイって。メイクイだ。メイクイだな。欲しい。両手でもいいからね。こうやってもう。いっぱい欲しい。若い頃、胃の食べ過ぎ。胃の食べ過ぎて育った。確かにね。イケメン欲してるもう胃のお腹いっぱいなんだね。もう。食べ過ぎたんだ。すごいな。大丈夫かな。秋田中の男切れそうだね。楽しい、本当に楽しい。確かに今、夢みたいですよ。うん、俺も夢みたい。マジマジやばいね。マジホテル取らなきゃ。ね、ホテル取らなね。彼氏いないんだもんね。オッケーオッケーオッケー。彼氏いないんだったらね。寒いもんね、外ね。寒いですもん。確かにね、大事だよね。あ、何が何が温めるのって大事だね。あー、飲み切っちゃった。次頼んでいい？頼んでください。全然。あ、ボーイさん、ボーイさん。はい。ボーイさん。ボーイさん。ボーイ、あの。パジェットハイボールで。ハイボールで。あいつは結構働けるから。馴染んでるね。今日から、今日から入った新人やから。いや、おもろいな。いや、マジで楽しいわ。貧乏ること思えへんやと思う。いや、だってもうこれ、豪遊じゃん。普通に考えて、だって女の子とお酒飲んでて払ってもらってるっておかしいから。でもそういう職業ってことですね。冷静に。素晴らしいね。これ天性かも、これ。もしかしたら。いただきます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 。いらっしゃいませ。いらっしゃいませ。すごいバイクル。いらっしゃいませ。めっちゃ来なさそうでしょ。確かに確かに。ツイッター見て、ちょっとツイッター見て。おー、すごい。インスタのストーリー見て、インスタストーリー見て、一瞬で、うん、一瞬でもう来ちゃったんです。カウンターの人がついてほしいらしいんで、ごめん、一瞬でよろしくお願いします。はじめまして。YouTube やってるんですけど、秋田住んでるの？いえ、違います。あ、違う。はい、今新潟に両方がいるんですけど。へぇ、東北一周で東北一周。はい、回ってたんですよ。で、秋田ちょっと取れ高ないなって思った時に、あの女性だったから、ヒカルさんがおるとっていうのを聞いて、なるほどなるほど、飛び込みました。すごいね。もう、ありがとうございます。警察か？警察か？兵庫県警。やめて、旅仲間探しを。仲間探し。はい。みんなに言われます。どういう仲間探したの？それは YouTube だけじゃない、みんなでやっていく5人の仲間を。5人 YouTube のメンバー探してる。その通りです。で、1年経って、まあ1人です。1年経ってオーディションとかしたんですけど。オーディション、すごいぶっ飛びや。全然まだ成功しそうなぶっ飛び方やけど。まあまあ確かに。それ継続した方がやばいな。収入はどうだった？収入はその継続した時の、ああ貯金を。信念があるってことだよ。すごい。チャンネル名だけ一言言っていいですか？自由軍団と言います。自由軍団。自由な軍団。自由軍団。お前やばいと思う。自由軍団名前は？名前教えて。僕ヘイボンです。ヘイボン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 の？ヘイボンやけどやるぞっていう。わーや、ヘイボン。はい。ガチな話。これ誰も入る。誰が入るの？ダメだ。聞かれたらほんまにもう誰も入らない。1年間やって。あ、先生、先生。はい。
こいつやったらいけるってどこらへんだよ。まあそうですね。上等にはいるんですけど。ハードル高すぎる。こちらからマジで。頼みます。一人でここ回してたんですよ。あとファミリーで秋田にお住まいの方たちなんで、はい、またあの社長に後来てもらって挨拶してまいさん本当お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。まいさん、ここの人たちがこの辺で一番でかいキャバクラのオーナーがおるらしい。ほなうわほな、サンバありがとうございます。飲みますか。はい、どうぞ。飲みますか。サンバうわー、サンバ入った。行こう、サンバ持ってこい。アルバム日本で、アルバム日本で。うわ、すいません、自分ちょっとあの手土産持ってきたんですよ。おすげえ。自分のサインです。自分のサイン。よく飽きた。名前も読めへんけど誰か分からん。おどす。あとで光くんのサインもください。すごいな。一日なんか働くってことで、ちょっとあの給料に還元しようかなと思って。うわ、いや、言っちゃいましたね、その言葉。じゃあ引き出すだけ引き出そうか。いや、すごい。あ、メイジ、こっち取って。それ、裏でやるの。あの目の前でやんない。いやいや、いらないし、ゴミでしょ。いや、すごいですね。そもそもおかしいですよ、タバコ吸って。タバコ吸ってって言ってくれて。大丈夫ですもんね。大家族みたいな。これなんか。一緒に飲もうね。何やな、この集団。いや、ここはもうみんなバラバラで来てるから。バラバラでもハイベアみたいな感じで。仲良くなったんですよ。仲良くなってね。もうそれぞれで。3、2、1で来てる。1人1人1人。1人。単独派。単独派。ちょっと写真撮りましょう、全員。みんなももちろんヒカルちゃんで見てってこと。もちろん。うわー、嬉しい。すごいあったかいっすよね。あったかい。あの人が出し入れたノマンディーから。オーナーがおるから。オーナーがオーナーがおるから。こっちカレーズルがおるから。ほら、頼みますよ。結構買い物ってたよ。頼むぞ。最悪このメンターだったら大丈夫。メンターの仲間なんでも売りよう。大丈夫。自由軍団に。彼がちょっと店長です。店長ですね。これ L&A グループ。見せていいか分からないですか。見せちゃおうかな。名前も出てます。某 YouTuber さん結構見てる。え、マジっすか。某 YouTuber。友達。下ネタギリギリないんで、いっぱいお願いします。あ、でもね、もういっぱい飲んでギリギリじゃ収まらない。はい、あんだけ黙ってたのに、めっちゃ下ネタ言いたかった。でも、相馬さんの下ネタが好きなんで。俺もそうですよ。ギリギリのライン。ギリギリってチンチン出してもらえない。いけます。あんたの2班紹介したら。あんたの2班。よろしくお願いします。チンチンでかいほどいいんで。入れられる方ですか。まあ、仕事も入れられる方ですね。シャンパンぐらいいきますよ。アルバンドぐらいで。アルバンドぐらいで。いや、これすごいよ。3本でもすごい。60今回転してからまだ10分ぐらいしかなってないですよ。それでもこの入ってるのやばいっすよ。やりすぎよな。そういうとこっすよ。もしよかったら女の子も泊まるでいいの。今日オーナーでやってる。やってんすね。オーナーの店やっぱ可愛い子揃いってことですか。あります。抱きました。抱きたいです。抱きたいですけど。抱きたいですけど。抱きたいですけど。あれオーナー、とりあえず飲ん
ます。なんでやますか。じゃあ開けてもらいます。逆にコルクついたまま、そのサムに入れて、引っこ抜いて開けるっていうパターンが。もう全然いいですけど、いいですけど、全カットしてる。そんなの。そんなの。あと、そのアルバス誰が飲むの。飲みます。わかる飲むの。全部飲む。それは邪気な気持ち悪いです。あとでシャンパンくるみたいです。はい、チーズ。ツーショットも撮っておきます、はい、いいっすよ。ツーショット欲しそうな顔してたから。はい、チーズ。あ、ピースもっと国旗。そう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 、かわいい。はい、ナイスショット。何されてるかな。車屋さん。車屋さん。あー。あー、そうありがとうございます。もうこれはもう金持っとる人の証拠。11期は11期来た。あ、11期やねんよ。11期じゃなかった。11期は11期。11期お前。ジェイシーさん、とりあえずズボン履いてもらって。マジで。やめてもね。できるの飲みたいけど。なるほど。なんで俺なの。まず今日飲むかと、名人。まあ、光の人は今ね、調子良くないから。調子良かったら、アルバンドあと5分寝とく。マジで、マジで。だいぶ遠慮しとうから、遠慮しとうから。スプレーの子は飲まない。お願いします。乾杯おっぱいチェリーマイキンダーマン。はいはい。わー強いな。はいチーズ。はいよ。バッタリーよかったよかった。ちょっとオーナーと乾杯だけしようか。オーナー今日だけもう金口でいい。全然いいよ。よろしくな。オーナー頼むで。じゃあ先頭切らしてもらいます。はい、よいしょ。ユニフォームカウントありがとうございます。聞いてみます。シャンパン飲みたいっしょ。オーナーからです。はい、みんなありがとうわ。なんかいい中出てきましたね。オーナーが本当にね、たくさんお酒入れてくれて全員が飲みます。ありがとうございます。初めての秋田、最高でした。秋田県に乾杯。いやー、楽しかったっすね。マジで楽しかった。いやー、すごかった。喉った楽しかったかなって。いや、めっちゃ楽しかったっす。いやー、なんか本当に1時間ぐらいの出来事なんですけど、うん、もうギュッと詰まりすぎてて。確かに1時間でどうやらなかったっすね。1時間前。いや、すごかったっすよ。本当にだってシャンパン3本開いてますからね。アルバンド4本いってます。動画になってないところでいっぱい開けてるんですよ。こういう仕事に向いてます。はい、いや、そもそもそうですよ。僕はどうなんですか分かんないですけど、はい、向いてるっすよ。はい、もしね、出会ってる世界線が違ったらね、2人であいつらみたいにやってたかもしれないですね。いやー、パートとね、パートとあの龍一じゃねえわ。純一純一みたいな。純一、バートですね。バート、俺バート純一じゃね。若干ぽいもんな。バート、あの裏でずっと滑ってたからね。あそこやっぱ、あれ、映ってないとこずっと滑ってるから、やっぱそこやっぱ親近感湧いたわ。すごいわ、やっぱ光る。いやいやいや、そもそもやっぱエグいっすよ、盛り上げ力。やるだけのことをやったんだよ。せっかく来てもらったんでね、楽しんでもらいたいじゃないですか。まあ、確かにね。俺らは結局一番楽しんでましたよ。いや、本当に。いや、俺一番楽しんで。自由軍団ってなんか初めて聞いたもん。いや、あれ何なんだろう。いや、自由軍団っていうのは、あの、一人でなんかチャリで一周したりするんですよ。あいつが、なんか、仲間探すっていう、YouTube撮ってるんですよ。はい、で、あいつの名前、チーム名が自由軍団なんですよ。あ、なるほどね。で、あいつの名前ヘイボーンです。ヘイボーン。ヘイボーン。ヘイボーン。で、あいつ1年間仲間探したんですけど、未だ一人も見つかってないです。もろっ。で、
なんなら仲間に誰も誘ってないし。どういうことですか。バカなんですよ。26歳警察官だと思って。え？そうです。あいつ結構ね、あいつずっと直すよ。自由軍団っていう YouTube 軍団を設立しようとしてるんですよ。でも自由軍団って名前壊ない。漢字読むし壊ない。自由軍団って。ちょっと怖いよな。で俺もだからそのハスのさ6人組の人勝手に自由軍団。自由軍団に乾杯。やば、勝手に広がった。楽しかったな。これどうなるんですかね、本当に。いや、すごい結果が出るんじゃないですか。いや、結構やばいでしょ。オーナーがだってもう暴れ回ってましたからね。まあ確かに。だからオーナーもぶっちゃけ本気の人でもあれもドヤ顔出ましたよ。確かに。まだ正直全然だいぶセーブしたからな。オーナーもなんか、ちょっとまだちょっと体力あり余ってるみたいな。正直ね、2回思ってて交代みたいなぐらいレベルで俺確かに交代なんでね。俺多分あれこれいちいちもう俺先入ってバラッとオーナー多分終わってますよ。すっからかんすよ。なんなら俺最初って女の子じゃないですか、あの子もこのためだけに銀行から卸し行って、もうお酒頼むにまんまやったんですよ。でもオーナーをやめた方がいいっつって止めて、もう全部オーナーに任せて。確かにそれ一番いいっすよ。だってオーナーだけでもどえらいことになってるんちゃう。やばいんじゃないですか、わかんないです、もう正直想像つかないですね。ちょっともう本当になんかこう順一からこうなるって誰も思わないですよ。確かに。いやなんか正直貧乏旅行って毎回神回になっちゃうんで、次のハードルが怖くないですか。わかりますね。正直もうこんなん超えれないと思いますよ毎回。まあ確かにね、無理だろうと思うじゃないですか。超えてくれたりして、なんかすごいっすよね。最後の乾杯の映像とかもう無一文旅行と関係ないっすよ。そういうシャンパンみたいなのを書いてるとか無一文旅行じゃないから。どういうやつなんだろう。意味わかんないっすよね。でもやっぱ相馬さんのエンタメ性にやっぱやられてる人いっぱいいましたよ。いやいやいや、僕はもうできることやったまでです本当に。メジもそうやな。メジもボーイでね。ボーイでもう頑張ってお酒出してたし、誰一緒にかけちゃいけないですよ。チームワーク最高っすね。いや最高だね。今日は濃すぎて1日前と2日前の出来事に感じるんですよ。さあ確かに。だって朝だって俺らそうめん食ってた。9時ケントんちでパンケーキ食ってね。今ケント何してんの。寝てるでしょ。真面目に来てるんですよ。いやそうだ。パンケーキも美味しかったしな。6個。あとラーメンね。ラーメンも良かった。であの釣り具店のはいはい、おにぎりうまかったな。全部良かった。だから貧乏旅行マジで最強すぎるんだから。確かに確かに。強制的にやっぱこう絡めるっていうか、俺らお金あったらこんなことしないじゃないですか。バイトとかしないじゃないですか。確かに。正直ほんまはこれ YouTube じゃなかったらもうちょっと俺やりたいの。そうだね。俺閉店までやりたいもんほんま。確かに。正直俺の気持ち的には楽しいもんね。ただまあさすがにね、収集つかなくなっちゃうんで、もういやもう気合いますけど。今日ビビったのがなんかそのヒカルにお金を入れたいって人がいるんですよね。ああ、はいはいはい。これ結構ね、投げ銭でもそうなんですね。TikTokライブとかしてもその現象起きるんで。だってザレッキーが最後動画撮ってない人とかってもう普通にシャンパン入れてすぐ帰りましたよ。びっくりしたもんね。だから動画撮ってないのにシャンパン入れてくれて、そうで、そのすごいって、うん、一瞬で一瞬で帰ったんですよ。入れるだけで帰った。めっちゃ笑顔でしたもん。いや笑顔でしたね。なんかめっちゃ嬉しそうで本当に。で結構もう生きかけてましたよ。いや俺だからすごいなと思って、なんか満足げだったね。で逆に言うとあの人はシャンパン入れるまで帰んなかったんですよ。うん、そうですね。最後シャンパン1本入れたらすぐ帰ってた。めっちゃ楽しそうに幸せだもん。シャンパン入れに来たんだよ。また何かあればぜひ。ありがとうございました。ありがとうございました。後ろ姿が見てくれ、あれすごいな。後ろ姿がもうかっこいいわ。あの人はちなみにシャンパン開ける時にユニコーンやってたよ。あれが滑ったってずっと落ち込んでた。もっとあったんじゃないかな。もっとあったんじゃないかな。滑ってた。意外とそういうタイプ。そういうタイプだね。もう爪痕残せなかったな。あもう終わった。営業終了。営業終了。写真撮る。写真ありがとうございます。山田さんみたいな写真。山田さん。山田さん。山田さんか、あの小袋のポイント。では今日の日当ですね。うわ、すごいよ。もらえるみたいな。はい。すいません、ありがとうございます。ありがとうございます。お、結構すごいですね。え？秋田だとエグいですよ。なんか怖い。怖い。え？しかも1時間弱ですよね。それ考えると恐ろしいですよ。時給ってことですよね。いますよ。ちょっと待って。えこれダメだってこれ。ダメだ。えこんなの時給時給時給20。え25? 25万1500円。25万。マジっすか。えぐかったです。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。大変助かりました。本当にもう50%無理って申し訳ないです。申し訳ないです。
すいません。いや、よかったです。それで奪われすぎました。大丈夫ですか？はい。ヒカルさんに俺がお金渡せたみたいな感じになって。このことは胸張って。確かに、あんまりこういう感じで戻ったことなかったですね。確かに。いや、久しぶりにバイトして楽しかったです。ありがとうございます。はい、チーズ。オッケーです。ありがとうございます。大丈夫です。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。気をつけて。ありがとうございました。ありがとうございました。お金がある生活ってやっぱりいいっすね。いや、本当に。無一文の良さもあったんですけど、正直これちょっとエグすぎます。いや、もうエグいっす。これどこが無一文なの？マジで。あ、じゃあ、分配です。分配です。分配。分配、分配。はい、並んで、並んで。はい、そうです。よし、よし、並んで、並んで。分配や。よし、じゃあ、1、2、3、4、5、6、7、8、9、メジ。よし。お。はい。ありがとうございます。よし、はい、はい、すみません。はい、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 ガチで本当に相馬さんのものです。うわ相馬さん俺は働いたんで、だってもうあとはここホテルを取ってってことは帰りのチケットはもう持ってるんで、はい、じゃあもうちょっと遊んじゃおうかちょっと楽しんじゃおうかな、秋田をこのままこのまま堪能します。堪能しちゃおうかなあー、夜の秋田ね。やっぱ関係しないでね夜の秋田無限回路ね。いや回路ちょっと新総務まで行っちゃおうかな。はい、というわけで、ね、今回は無一文旅行秋田編という感じで、朝の本当に6時から起きてね、まあ、今何時ぐらいですか。まあ、もう12時ぐらいまで。もうここから先ね、無限に遊ぼうとも遊べるんですけど、まあ、もうここ以上の趣味はないかなということで、はい、こんな感じで終わらせてもらおうかなと思います。概要欄に相馬さんのチャンネル貼ってるんで、ぜひ見てください。あとグッドボタン、そしてコメント、あとチャンネル登録、はい、お願いします。これね、この企画月1回ぐらいはしようと思ってるので、次回はおそらく四国無害のでチャンネル登録して待っててほしいなと。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。なんかちょっとすごすぎません？これ正直なんか院長とかに私行きたいですよ、本当は。確かに、本当にね、本当はね、本当は気持ち的にはね、うん、でもダメだ、この院長も忙しいしね。まあまあ、それはそう。まあまあ、確かに忙しいですね。忙しいし、やっぱそういうわけにもいかない。家族の時間とかもありますからね。そうそうそう、だから俺らがやることって、やっぱその飽きた満喫することだと思う。まあちょっと思い出作りに行きます。秋田の魅力をもっと伝えるとか。マイスタートメニューは言っても聞こえちゃうから、そこにあるやけど。はい。行きます？行ってきます。行ってきます。行ってきます。青森行ったまんま。ねえ。大丈夫ですか？